12 system hours until Chamonix festival. 速報です。ピノコニーの調和セレモニーのカウントダウンが始まりました。What? クロックボーイが刻む時計の針の音とともに。This is how we're starting things off. 12システム時間後、この祭典は盛大な幕開けを迎えます。Encounters for Hill? Bro. 言ったじゃろ。何かあるならちゃんと話し合って解決しようと。悪いな、ケムクジャラのチビ。マジで大事な用があって。こういうやり方で頼むしかねえんだ。自分が何をしているのかは分かっているようだな。なら俺もこんなことをするリスクについて警告しよう。兄弟、何そんな格好してんだ。こんなのただの挨拶だろ。これが最後だ。お前の正体と来た目的を話せ。俺はブートヒル、巡回レンジャーさ。The real Galaxy Ranger。巡回レンジャー。そんな驚くようなことか。幽霊でも見たような顔しやがって。巡回レンジャーは全滅したとでも思ってたのか。まあ、長いことなりを潜めてたんだから、そう思われても無理ねえが。遵守の義教集団なら。請求列車をトレインジャックしたりしないだろう。まだ何もしてねえだろう。銃を持って人と話したら全部トレインジャックになるのか。普通そうなるじゃろ。銀河には巡回レンジャーの現状に関する多くの噂があるが、正直どれもいい話ではない。お前を信じるのは難しいな。笑わせる。まったく頭の足りねえベイビーどもは話をでっち上げるのが好きらしい。中には巡回レンジャーは全員原始博士にテナガザルに変えられて、どっかの谷までブランコに乗って遊んでるっつう話まで。ま、あんたらが信じないのは百も承知だ。もちろん俺もあんたらが本物の七死人だって簡単に信じたりはしねえ。Oh, he's trying to cover up for この銃の弾丸、the trailblazer. 見えるか ?9 ミリ。永遠のクラシックさ。今の俺は、請求列車の助けを必要としてる。だが、もしあんたらがあいつと同じように偽物だったら、Referring to Akron. この弾丸は、俺の頭に打ち込まれることになるだろう。そんなリスクを負うわけにはいかねえ。ってことで、まずはそっちが証明してくれ。おい、どこ行くんだ。これが何かわかるか。What's that? はあ、そいつは血明局長。ベイビーが、先週はマジでそいつをあんたらに渡してるか。 No shit, Sherlock.ベイビー、これは先週ラフのケーゲン将軍が列車に送った玉鳥。Did he just say motherfucker? 先週同盟が請求列車の身元を認めているということだ。Did he really just say motherfucker? 上等だ、ガキ。どんだけ離れたところにいても、軽く握るだけで。何千何万もの運気軍を呼べる。And of course, the Japanese had sensei. Holy sweet! マジですげえな。Because this is not a... 次はお前の番だ。A PG-14... そういうお墨付きみたいなもんはねえんだ。けど、こういう状況には慣れてる。解決方法は至って今回サービル is not rated M for mature. So, of course, they have to censor some...俺の答えであんたの信頼を得られるか見てみようぜ。追い出すのは本気で怪しいと思ってからだって遅くはねえだろ。なぜこちらがお前に会わせなければならない。俺が本当に巡回レンジャーなら会わせておいて損はねえぞ。巡回レンジャーとはどんな組織か言ってみろ。兄弟、そりゃ難しい質問だ。俺らは組織とは言い難いからな。
強いて言うなら遵守の運命を歩んでて自分が信じる正義を持ってる。んでもってあんま普遍的価値とやらに歓迎されてない奴らの集まりってとこか。そんな答えでは信頼を得るどころか、お前の立場をさらに悪くするだけだ。あんたが聞きたいのは共通の信念とかそういうやつだろ。だが巡回レンジャーにんなもんは必要ねえ。俺らが集まるのは共通のラインがあるからだ。弱者をいじめてはならない。罪のない者をむやみに殺してはならない。こういうのは別に高尚な信念なんかじゃねえ。正真正銘ただの人として絶対に越えちゃいけねえラインだ。巡回レンジャーとして俺らはそのラインだけを守ってる。そんで誰かがそれを踏みにじろうとするたび、巡視の報復がそいつのところにやってくるのさ。その時ラインのもう一つの意味がわかる。それに触れさえしなければ何をしてもいいってな。わかるか。二つ目の質問だ。なぜ請求列車にトラブルを持ち込もうとする。いや、わしは言っただろう。あんたらに迷惑かけるつもりはないって。ちょっとした用があってピノコニーに行かなきゃなんねえんだが、招待状がないとファミリーはホテルにも入れてくれねえ。だから七死人の肩書きを借りるしかねえんだ。あんたらがファミリーのゲストだってことは銀河中が知ってるからな。巡回レンジャーもそうじゃろ。マジでそこが肝っつうか。だから俺はここに来たんだよ。あんたらだから言うが、俺らは偽物を売ってるんだ。俺らと同じ見てくれよ。Son of a nice lady。その女は今ピノコニーにいる。This sensitive way of saying son of a bitch。やつは他のミーム生物と同じように突然現れ突然消える。このラブリーがビビらせてくれるぜ。だが確かに重要な情報を提供してくれた。スケースとファッチ。巡回レンジャーになりすましている人物とは、エクロン。誰だ。それは三つ目の質問か。答えられないのか。いや、そうじゃねえ。ただ言っても信じてもらえねえだろうと思っただけだ。そいつはヨミと名乗ってる。ベイゴ。俺らの協力者によると、奴はおそらく虚無の指令だ。それはありえない。だから言っただろう。ま、無理もねえさ。俺もこの話を聞いたときは、あんたと同じ反応だったから。イックスは誰にも視線を向けない。これは常識だ。ソが凡人に力を授ける理由など、どこにもないからな。なら、司令が自分の身分を隠せることも知ってるだろう。ほとんどの奴にとってはむしろその方が都合がいい。さもないと銀河の殺し合いの大舞台に上がるばかりか、歩むべき運命に背くことになるからな。昔俺は愉悦の司令に会ったことがある。見た目だけで言えばあれはあのピエロ連中と何も変わらなかった。運よく相手を酔いつぶせてなけりゃその正体があんな大層なもんだとは分からなかっただろうな。遵守みてえに一番単純なのでさえ光の先週同盟と影の巡回レンジャーとに分かれてる。結局運命なんてもんは人間が作り出した概念で、俺らの認識を超えるもんは必ず存在してるってことだ。虚無の司令が存在しねえと思うのは俺らが十分に虚無に染まってねえからかもしんねえぞ。これで分かったろ。今あんたの仲間は危険な状態にある。かなり危険だと言ってもいい。まだ信じられないならそいつらにメッセージを送ってみろ。どっちにしろ急いだ方がいい。何しろ俺らには無境の中で何が起こってるのかも
あのメモキーパーの話がどこまで本当かも、あの読みってやつが何を考えてるのかもわからねえんだからな。え？Please tell me we're showing off Firefly at the same time. Oh! 私は何もするつもりはない。それは君が決めることではない。Whoa! Who is that? 知っているか？初めて夢の地を訪れた者は無意識のうちに足を止め、己がまだ固い地面の上に立っていることを確認する。そして一様に空を見上げるんだ。現実であろうと夢であろうと、 This is scary。 空を見上げるのは人間の本能。黄金の時が完成したその日から、それはずっとそこにあり、道楽に溺れる夜を見守ってきた。しかし今この夜空は無情にも切り裂かれ、虚無の陰りに染まった。その過程はたった一度の斬撃で終わってしまった。Yep。 一度、それは正確ではないな。正しくは二度。Two blades？ ただ二度目の斬撃が早かっただけだ。But we only saw one. 重要なのはそこではない。この宴には多くの招かれざる客が集まっている。たとえ調和が万物を包容しているとしても、ピノコニーの平和のためには、その中の何人かにはお引き取り願うしかない。宴の星に君の居場所はないんだ、虚無の人形よ。影の中に生きる者は光に照らされた舞台に立つべきではない。おっしゃったよ。影の中に生きるという点において私たちに違いはないはずだ。少なくとも他人と話すときは本当の姿を見せるべきだろう。ピノコニーの夢の主。Yep, the watch beacon. The dream master. 君をとどめておけない理由がまた一つ増えた。君が信じようと信じまいと、これが本当の私だ。むしろ全員が本当の私と言える。これがファミリーの言う一つにまとまった心か。私の肉体はとうに消え去った。今はオーク家の107,336 人の子供が私の目となり、耳となり、口となっている。必要な時には私に代わり、この美しい夢の中でハーモニーを広め、また必要な時には私の代わりにこの楽園から悪を追放する。それは私にピノコニーを離れるよう頼んでいるんだな。 You definitely will see no。 身の程をわきまえているようで何よりだ。だが残念ながら頼んでいるわけではない。 Demand。自分にできると思っているのか。
私を脅しているのか。Oh boy, get ready. ああ、今のは質問じゃない。ただ、事実を述べただけだ。私の正体を知った上で悪意を見せる者は、あなたが初めてでもなければ、最後でもない。同じような状況は過去に何度もあった。ほとんどの人は先ほどのような問いに対して勇ましく、できないとでもと反論する。だが結果はいつもできないなんだ。自信があるのはいいが、忘れないでもらいたい。ファミリーは謙虚だが、決して軟弱ではない。調和の音は宇宙に響き渡っている。仮に君が従わず、その超党を少しでも鞘から抜けば、一生エターナリオンの怒りから逃れられないだろう。そしてその前に137人、私が夢の主となってから、この手で追放した異邦人の数で、彼らの中には私の総欲を追った者もいれば、私の肉体を焼き尽くした者もいる。しかし私は今もなおここに立っており、その数字を増やすことも厭わない。あなたは死に向かう。正確にはあなたたち全員が。わお。だが、そんなことにはならない。あなたの言う通り、ここから立ち去ろう。What? とても賢明な選択だ。他に選択肢はなさそうだからな。確かに、君にとってはそれが唯一の道だろう。忘れるな。君とピノコニーは異なる世界に属している。彼岸に生まれた者は死岸に居場所を見つけることはないのだ。立ち去れ、そして永遠に戻ってくるな。宴の星の光はあまりにも眩しく、多くの偽り者、悪人、罪人を引きつけてきた。しかし、いくら調和であっても、虚無の自滅者を歓迎することは絶対にない。その自滅者は、周囲のあらゆるものを道連れに滅ぼそうとしているのなら、なおのことだ。君の力は明らかに、眠る無双者の贈り物。そこが見えず、まるで深淵から流れ出る支流のように、生きとし生ける者に死と罪をもたらす。黄泉、まさにその名の通りだ。これは彼岸から来た者の忠告だと思ってくれ。ピノコニーは調和の道から外れている。それは私よりもあなたの方がよく分かっているはずだ。あなたたちの目的が何であれ、私には一つの結末しか見えない。Jeez.
それは果てしない恐怖。その影の中で溺れ死んだ全ての世界と同じようにな。Wait, switching to Robin's point of view? What? Wait, it's not Robin. It's not Robin. It's Sparkle. At the same time, Golden Hour. 先ほどの奇妙な光景はクラークフィルムランドの機械の故障によるものです。ファミリーがすぐに現場を封鎖しましたので、怪我人は出ていません。皆さん、どうかご安心ください。あれは絶対に映画の撮影なんかじゃないよ。たくさんのチップが空から降ってきて、一枚拾ったんだけど、あっという間に跡形もなく消えちゃったんだ。あの、それってクラークフィルムランドの事故のこと？ん、そうだけどどうして？ロビンさん、見間違いじゃないよね。I don't think that's Robin. 緊張しないで。美しい夢の中で変な思い出を残してごめんなさい。あなたが言っていたチップのことが気になって、もう少し詳しく話してもらえないかしら。うん、そのよく見るチップだよ。カラフルでジャラジャラって雨みたいに降ってきたんだ。I think that's Sparkle. そしてそのチップはそのまま消えてしまったのね。それは多分ハイリスケが長い時間をかけて準備してきた義務技術ね。え、ロビンさん、それってあのチップは全部演出だったってこと？でも僕は確かに。しっ、これはまだ公開されていない技術なの。本当は調和セレモニーでお披露目するはずだったのだけれど、思わぬ形で外に漏れてしまったみたい。 Is it? 秘密にしておいてくれないかしら。その幻のチップの雨は私の公演で使う予定のものだから。 I'm being very cautious right here. それなら納得だよ。調和セレモニーを成功させるためだもん。全力で協力するね。ありがとう。お返しにちょっとしたプレゼントをあげるわ。It's Sparkle. このボタンは？ It's definitely Sparkle. 調和セレモニーの特定のタイミングでそれを押せば、 There has to be Sparkle. サプライズがあるかもしれないよ。さて、他のゲストも困っているみたいだから、私はこれで失礼するわ。引き続き、It's Sparkle in disguise.こんなにたくさんの人が話題にしてるなんて。フィルムランドの騒ぎは本当に大きかったみたいね。 Yeah, the fool always rings twice. This is definitely Sparkle, disguising as Robin. This has to be Sparkle. No doubt about it. ファミリーは無境におけるゲストの安全を約束しています。ですが、私はこの目で見たのです。It's Sparkle disguising as Robin. フィルムランドに向かい、その後、空が切り裂かれ、虚空から黒い雨がにじみ出てきたところを、ファミリーから納得のいく説明がなければ、私はすぐにでも妻を連れて現実世界に戻ります。無境が楽園でなくなれば、ここに留まる理由もありませんから。どうやらなかなかの場数を踏んできたようね。招かれざる客が無境に入り込んだのは間違いないけれど、彼らのターゲットは一般のゲストじゃなくてカンパニーの使者よ。ファミリーは何があっても絶対にゲストたちの安全を最優先に考えるわ。ロビンさん、ハウンド家がフィルムランドを封鎖したことは知っています。ファミリーならこの事態を適切にコントロールできるでしょうが、そんなことをしても何の役にも立ちません。ファミリーは名誉を守るためにあらゆる手を尽くすでしょう。ですが、私は客として自分の命を懸けたいとは思いませんので。
でも見ての通り、今回の事故では一般人は誰も影響を受けていないわ。無教は約束したような完璧なものではないかもしれないけれど、ファミリーが収めている美しい夢よりも安全な場所なんだ。このことはあなたの方がよくわかっているでしょ。実際こんな事故が現実世界で起きたとしたら、どれだけの人が無事でいられるかしら。ここに残っても構いません。ですが覚えておいていただきたい。客がピノコニーに来るのは無境を楽しむため。ファミリーとカンパニーのいざこざに巻き込まれたくはありませんので、今後は余計なトラブルが起きないようにしてください。ええ、もちろん。調和セレモニーの開幕が目前に迫っているんだもの。私たちも準備に全力を尽くすから安心して。お詫びの印としてファミリーからゲストにちょっとしたプレゼントを用意したの。素敵なゲストさん、理解してくれてありがとう。 Disperse gift to comfort the people、right? こんにちは。いきなりごめんなさい。ここで何かあったの？大したことじゃないんだ。クラークフィルムランドのリハーサルで事故があっただけだから、ゲストの方はご心配なく。おい、このバカ、ロビンさんを知らないのか？誰と話してると思ってるんだ。申し訳ありません。ハウンド家に移ってから日が浅く、その町での仕事に不慣れなもので気がつきませんでした。大変申し訳ございませんでした。そんなに緊張しないで。お仕事お疲れ様。今の状況はどう？問題ないかしら？ご報告いたします。フィルムランドはすでに封鎖しました。ゲストのほとんどは夢の中の奇妙な光景に慣れているので、今のところ危険はありません。すぐに秩序回復できるものと思われます。ロビンさん、ご安心ください。我々も巡回を強化して何も問題が起こらないようにいたしますので。あなたたちのことは信じているわ。でもフィルムランドで起きたことについてハウンドの皆さんはどう思っているのかしら。大丈夫だから本心を教えてちょうだい。それは実は事件が起きる少し前に現場にいたのですが、カンパニーの死者がよからぬことを企んでいるというのは本当なのですか？それにあの巡回レンジャー、いとも簡単に空を切り裂きました。ロビンさん、正直に申しますと、みんな心配して噂しています。これほど多くの派閥がピノコニーに集まるだけでも人々を不安にさせているというのに。あなたたちのファミリーへの忠誠に感謝するわ。宴の星は今確かにちょっとしたトラブルに見舞われている。あのカンパニーの代表はピノコニーの所有権を取り戻そうと強硬手段を取る準備までしていたの。もちろんファミリーは同意してないわ。交渉が決裂した結果はあなたたちの見ての通りよ。なるほど。カンパニーの社員は無教に入ることを禁じられていると聞きましたが、それが理由だったんですね。それで騒動を起こした奴は捕まったんですか？安心して、サンデーが彼の行方を追ってるからすぐに結果が出ると思うわ。でもこうなった以上カンパニーも簡単には手を引かないでしょうから、無教の秩序の維持はあなたたちに任せるわね。ご安心ください。ロビンさん、しっかり任務を遂行してカンパニーの連中の思い通りにはさせませんから。面倒をかけるわね。もし他のメンバーが不安を感じていたら、私の言葉を伝えてちょうだい。無教を守るにはみんなで協力して頑張らないといけないから。これはアイリス家がゲストたちのために用意したプレゼントよ。よかったらあなたたちも受け取って。調和セレモニーで開ければ思いがけないサプライズがあるわ。ロビンさんからプレゼントをいただけるなんて、まるで夢のようです。あ、いや、私はもう
夢の中にいるんでしたね。いや、俺本当に誰かが因縁をつけてきたとしても我々は戦うことを恐れません。ご安心ください。無教の平和と秩序はハウンドが守りますので。And looks like we're not done yet. Robin san? あの宇宙に名を馳せるスーパースターロビンさんですか？こんなところでファンに会えるなんて光栄だわ。美しい夢に満ち溢れた世界。ピノコにようこそ。Robin's point of view, right? まさか本物に会えるなんて。今は調和セレモニーの準備をしてる最中じゃないんですか？ That's not the lead, Robin. ステージの準備はもちろん大切だけど、セレモニーを開催するのは皆さんにゲームのハーモニーを伝えるためだもの。皆さんと一緒に歌える機会があるなら拒んだりはしないわ。さっきの事故で一部のゲストには嫌な思いをさせてしまったから、ファミリーの一員として皆さんに謝罪するのは当然でしょう。あれは本当に事故なんですか？Because the real Robin, I believe, is in the real. それから空を切り裂く赤い光も。In another dimension or some kind, リアルすぎませんか？ Which eventually is in right now. あの一枚のいい男性にも会いましたが、様子がおかしくて、ずっと独り言をつぶやいていました。Generous gentleman. それも脚本の一部なんでしょうか？皆さん、どうか慌てないで。ファミリーが皆さんに満足のいく返事をするはずだから。いくらロビンさんにそう言われてもとても信じられません。どうしても忠告を聞き入れない人っているわよね。キリがない。私も疲れちゃうわ。ロビン、それはそうなロビン。でも乗りかかった船だし仕方ないか。That is so not Robin. 私、いい人で有名だもんね。That is so not Robin. あれ、今何をしてたんだっけ？あなたは？このプレゼントを受け取って、ゲストちゃん。これはファミリーの君のために特別に用意したものなんだよ。I told you so. しっかり持っててね。調和セレモニーが始まるまで。そして演目のクライマックスで周りの人と一緒にこのボタンを押すの。What the hell does this mean? もしかしたらすごく面白いことが起こるかも。Oh, shut the hell up, bitch. Okay. Back to the Trailblazers' point of view. Which means Firefly. It should be a good one. In the meantime. Hello there. ここから黄金の時に入った君は、今度は本当のピノコニーに足を踏み入れることで、Oh, Land of the Exiles. もう一度君に同行できて本当に嬉しい。やっと全部君に話せる。Yep. 見ての通り、私のもう一つの名前は性格ハンターサムなんだ。Are you alright? You lied to me. Are you Firefly Soul? Let's. Very interesting choice. Let's be in denial. Are you Firefly's soul? 疑問だらけなのは分かってる。私たちが知らない無境の中で死に遭遇したことは覚えてる。あの時、私はミームに捕まって、あれが私を殺そうとした瞬間、その恐ろしい瞳の中にもう一つの無境の影を見たの。Okay. 私は脚本のヒントをもとに、そのミームについていくつか推測した。そこで銀狼に招待状を出してもらって、
It was Firefly that instructed Silver Wolf to issue the invitation. Okay. 本当は君たちの前で死を呼び出して、もっと直接的な方法で真実を伝えようと思ってたの。Okay. でも、そんな考えとは裏腹に、私は脚本に背くことができないばかりか、君に説明する時間すらなかった。君が見た通り、私は死の刃に貫かれた。濃い奥室の重圧、それが頭の中で弾けて、まるで現実みたいだった。でもね、その一瞬の麻痺が消えた後、自分の体が無傷だってことに気づいたんだ。やっぱり私は生きてた。そして思った通り、美しい夢とは全く違う場所にたどり着いてたの。ピノコニーの無境の下にはもう一つ、もっと原始的で混沌とした記憶域が隠されてた。その名前は流刑の地。 So, long story short, right? If you are murdered and if you got murdered or killed at the dreamscape of Pinocone, you will be sent to the land of the exiles instead. In other words, right, that's where most likely Robin is, and that's where it's very highly that's how that's where Everestine was being sent when Acheron somewhat murdered him during the end of the battle in 2.1. そこで私は無境のホテルに戻って、その存在を君に伝えようとした。でもまだ自分の正体を明かすわけにはいかなかったから、どうにかして君の同行者の注意をそらして、君を戦場から連れ出そうとしたの。 So she's practically following the script. 私の試みは全部失敗に終わっちゃった。ついさっき、血みたいに赤い斬撃が夢の高い塀を切り裂いて、君たちをこの深い無境に落としたことで、やっと君や仲間たちを一人ずつ目覚めさせることができたんだ。これが今までに起きたことの全容。Let's go with I completely understand. 全部を無条件に信じるのは難しいかもしれないけど、これだけは言わせて。君は今最後の答えにすごく近いところまで来てる。あと一歩で私は君に証明できるの。それじゃあここから出よう。目を閉じて、そのまま深呼吸して、心の中に無境の輪郭を描いて。絶対に目を開けちゃダメだからね。3、2、1。怖がらなくて大丈夫。私たちの迎えが来たから。 After a piercing screech, a thick and ferocious surge of memoria crashes into your chest, churning and ravaging. Your consciousness becomes like scraps of paper caught in a whirlpool, breaking apart, dissolving, and dispersing within the turbulent, muddy current. Innumerable voices resonated through the symphony of memoria like roaring thunder, and among them, one echo stood out with exceptional clarity. You knew it came from the girl beside you, your hearts beating to the same rhythm, peaceful and even more peaceful. Until in that quiet darkness, memories rippled into existence. 君にこんなことができるなんて知らなかった。お、オッケー。運転免許持ってるの？ああ。それはなんていうか意外だね。なぜだ。ここが罪悪の都市ヤペラーだからか。ジェペラ？いや、なんでもない。だ
ただもう君は二重システム時間も寝てないなって思って。大丈夫？大丈夫だ。死ぬことはない。俺もお前も同じだ。私はどうかな。あ、やっぱりスピード落として。潜入成功だ。いつでもサムを起動していいぞ。脚本の次のシーンまでまだ時間がある。もう少しだけこの体でいさせて。A long silence ensued. Neither of them brought up any topic, seemingly accustomed to this silence. It wasn't until much later that a soft sigh once again broke the quiet in the car. 長いトンネルだね。出発した時はこんなに長いと思わなかった。反システム時間を、このトンネルが俺たちをカフカのところまで導いてくれる。その後、ヤペラーブラザーフットは滅亡する。おー、それも全部脚本なの？お前の脚本の中にもある。え、ごめん、気づいてなかった。お前が恋に無視しようと、あいつらの運命は変わらない。言ったはずだ、悪い癖だと。じゃあ君は、今度こそ君が望む死を手に入れられるの？いつも通り空白だ。俺が求めるものはこの星にはない。なぜ急にそんなことを聞く？疲れた運転手の車に乗ってるからだよ。私は無事に目的地にたどり着きたいの。この車には自動運転機能がついている。俺はハンドルに手を置いているだけだ。これでいいか？冗談なのに。エリオはいつも、運命は一つだけで誰もそれを避けることはできないって言ってるよね。あの人には未来が見えて、私たちも同じように自分の定められた結末を知ってる。でもその瞬間が訪れるまで、人は自分の意思でやりたいことを選択できる。私たちにはその権利がある。そうでしょ？今日が終わればヤペラーの名は銀河の歴史から消える。そして陛下鑑定が奴らにとって変わり、近い将来招待状を受け取るだろう。それがお前の次の目的地だ。夢の地、ピノコに。そこでお前の求める答えが見つかること。So the Jibalian Revelanti space before Penacony arc. Okay. Now what? Please do not change the point of view, man. Like, please. Oh! 君が無事で本当に良かった。目を閉じる。それが答えなんだ。不思議だよね。私たちがずっと死と思ってた怪物は、本当は流刑の地の番人なの。あれはある特定の法則に従って美しい夢に浸っている人を連れ去り、ここへ連れてくるんだよ。俺たちが悩んでいた無境の中に本当の死は存在するのかという問題は、どうやら黒幕が仕掛けた思考の罠だったらしい。人々の失踪の真実、そしてこのドリームリーフと呼ばれる城塞を隠すためのものだったんだ。あのミームの出現は全て時計屋に関係している。ドリームリーフが人々を連れ去る目的地なら、俺たちを悩ませ続けてきた多くの疑問についてもここで解決の糸口を見つけられるに違いない。ここの雰囲気は美しい夢とは全然違う。みんなゆったりとした生活を送ってて、
ファミリーみたいな管理者は存在しない。精神状態も少しぼんやりしてる。でも住民たちの断片的な言葉の中に聞き覚えのある名前があったの。お、ギャラガーっていう名前がね。ギャラグー、yeah. またその男か。いつも肝心な場面で都合よく現れるな。おかげで探す手間が省けるが、姫子とナノカは先に行っている。俺たちも気を取り直して出発しよう。 Right。 本当の無境、流刑の地。出発前にみんなともう少し話した方がいいかな。 Right。 Do theThe atmosphere over here feels way different than in Atlanta. What the hell? Yoink. Change my team setup first. Yeah, let's go with this one. Although Topaz is way under level because I just pulled her, so I need her to.I really need her abilities to do some treasure hunting. Hold on, before that, right? Firefly. ごめんね。全部を君に話せるようになるまでこんなに時間がかかっちゃって。Okay. First of all, why couldn't you reveal your true identity? 理由は二つ。一つは脚本。エリオが見た未来ではサムと請求列車の対立は避けられなかった。だから予言の束縛を打ち破ろうとしたんだけど、今の流れにするだけで精一杯だったの。あと私のわがままもあるかな。サムとしてじゃなくてホタルとして君たちと一緒にいたかったんだ。 Well, since I really really like you, it's alright. ありがとう。 Do the Stellaron Hunters also want a piece of the legacy? エリオからの指示は一つだけ。請求列車に一緒に大いなる遺産を負わせること。つまり時計屋の遺産は開拓の旅、そして君にとっても重要な意味を持っているってことだよ。前までのエリオの脚本では特定の性格を中心に話が展開されてた。でも君が現れてからはそのルールが当てはまらなくなったみたい。多分彼も未来に不可能なことを見たんだと思う。So, who exactly is Seb? 君に話した医療カプセルのことを覚えてる。それがサム。早急戦線グラモスの鉄器。ファイアフライ4戦略強襲装甲。それは私の命の揺りかごで、私がこの世界に生まれた意味。ずっと世界が私に求める姿だった。Whoa, what? Okay. ドリームリーフの時間の流れは現実世界とは違うから、くれぐれも注意してね。君は奥室に敏感だから
少しでも気を抜くと、この記憶域の中で迷っちゃうかもしれない。Right. Let me talk to Will. 何か気になることがあるなら、ちゃんと一緒に話し合おう。Akron's Blade Slash。ヨミさんがなかなか刀を抜こうとしなかったのもうなずける。あの簡素な鞘にあれほど恐ろしい力が秘められていたとは思いもしなかった。アベンチュリンさんの力が孫悟に由来するものでなければ、無境全体に影響が出ていただろうな。そのことを負担に感じる必要はない。君の体内にあるあの性格がなくても、アベンチュリンさんは他の方法で目的を達成するだろう。今はヨミさんを信じよう。彼女の実力を考えれば、俺たちが心配する必要はない。What are your thoughts on Galadriel? 君たちが調査を進める。Galadriel, sorry. 彼は重要な情報を提供してくれた。ミハイル、かつての時計屋はファミリーと一緒に現在のピノコニーを築き、そして何らかの理由でファミリーと決別したと。だが問題はそこにある。君たちは明らかに凶悪事件の調査をしていたのに、保安官である彼はなぜ話題を変え、自分や時計屋の過去を語り始めたのか。そして今、その名前が再び蛍さんの口から出た以上、疑念を抱かざるを得ない。Regarding Firefly and the crew、君を見つける前に、彼女は自分が性格ハンターであることを明かし、多くの情報を共有してくれた。まさかあの妖覚師の正体が少女だったとはな。彼女にとってこれは決して軽々しく他人に話せる秘密じゃない。それを考えると、向こうに協力する意思があるということは信じてもいいだろう。だがだからといって彼女が全ての秘密を明かしたとは思えない。なんとなくだが、あの少女の状態は夢の中にいる普通の人とは違う気がする。危険がなければいいんだが。君の気持ちが落ち着いたならそれでいい。準備ができたら出発しよう。はい。What happens if I activate? So let's keep walking for now. Oh. この路地を進むとエレベーターが見えてくる。それで流刑の地の中心まで行けるから。Damn, Topaz is convenient. Okay. Where? Thank you. Now then, let's keep moving. Whoa.When in doubt, hit left. これほど巨大なクロックボーイが、あの時計屋もドリームリーフに力強い痕跡を残したようだな。Let's join this. What's this?Loki's finger is pointing towards the sky, but the skies of the Dreamflux Reef are obscured by the lights of dreams. Does he want you to look at me in admiration of the beauty of the dream? Or is he mocking their hypocrisy? Or perhaps he's guiding you upward in search of the secrets of this place? Okay. Thank you.
かりました。信じられない、ファミリーの目の届かないところで無境にまだこれほどの規模の居住地があったとは。この城塞の雰囲気、美しい夢とは全く違うな。初めて見た時は私も驚いた。ここの空ってまるで12の無境が反射した影みたいだよね。もっと不思議なのは、ここも貿易エリアと居住エリアに分かれていて、質素だけど何もかも揃ってるってところかな。かなりの人数がここで生活してるみたい。二つの無境は雰囲気こそ異なるが、建物のスタイルに大きな違いはない。まるで同じ建築家の作品のようだ。この類似性の裏にあるつながりも気になるところだが、うん、考えていても仕方ない。とにかく姫子たちと合流しよう。はい。この道を右に曲がると貿易エリアだよ。そこなら人が多いから、彼女たちの居場所を知っている人がいるかもしれない。君は一緒に行かないのか。請求列車の人たちはまず仲間内で話し合う必要があるでしょう。私はその間にギャラガーさんを探してみる。 OK、 分かった。後で連絡を取り合おう。言ったか、ホタルさんが本当に信用に値する人物なのか判断するにはもう少し注意して見ておく必要がある。がその前に話したい人がいるんだ。Guys, if you notice, right, in between Trailblazer and, well, I see Clocky and I see Nisha. Let's see what the hell is going on. 一緒に行こう。君も気づいてるだろ。 Yeah. I saw him right away. あそこだ。ホテルレバリーのドアボーイ。どうして彼がここにいる。しかもよりによってヨミさんが夢を切り裂いてからそれほど経っていない今という時に。念のため確認した方がいいだろう。 Stay frosty。 しっかりだ。誰にも迷惑はかけてないぞ。お、Hold on。 Hold on. This cute little creature over here has found a treasure, apparently. Okay. Leave the coast is clear. Let's head back and have a conversation with Nisha. あれ、この前のお客様じゃありませんか。また会いましたね。お隣の方は、あ、自己紹介を忘れてました。僕はドアボーイのミーシャと言います。こんにちはミーシャ。俺はベルトだ。夢に入る時にもあったな。うん、隣にいるのは、お、And now we can see Clocky. 馴染みの友達と新しい友達、ハイタッチしよう。 Mr. Yang, you can see him? 君は記憶域ミームか。そうじゃありません。クロックボーイは僕の友達です。僕たちの家はここにあるんです。お客様たちはどうやってここに来たんですか？この無境は外部には解放されていないはずなのですが、あ、もしかしてネムが？今ここに家があると言ったか。はい。なのでいつも美しい夢での仕事が終わったらここに帰ってくるんです。以前は簡単に移動できたんですが、
自由に往来できなくなってからはずっとネムがみんなを連れて2つの無境の間を行ったり来たりしてくれてるんですよ。 Yo, XTTX, thanks for the rate, man. そのネムというのはどんな見た目をしているのか教えてもらえるか。ネムは記憶域ミームで大きな目がたくさんあって見た目はちょっと怖いかもしれません。でも実際は従順で、あとネムの面倒はずっとギャラガーさんが見てくれてるんです。ギャラガー again? 今の説明を聞くにそのミームが死であることは間違いない。ファミリーは悪夢とみなしているが、こちらの住民にとっては事実は全く異なるようだ。死って言いました？夢の中に死なんてあるわけないじゃないですか。確かにネムは凶暴でたまに罪のない旅行者を間違って連れてくることもありますけど、絶対に危害を加えることはありません。それならこの数日でそいつがゲストを連れて帰ってきたかどうか教えてくれないか。実は俺たちは夢の中で起きた失踪事件について調べてるんだ。ロビン、そうだったんですか。それならギャラガーさんと話した方がいいと思うんですが、ギャラガーさんは今オーク家からの訪問者の相手をしているそうで、邪魔しないようにという指示が出ているんですよね。ベルトさん、あなたたちが探してる人ってもしかしてロビンさんですか？やっぱりか。ホタルさんの例があるからこれも予想の範囲内だな。ロビン、is it the land of the exile? ロビンさんを探してるなら僕が案内しましょうか？外からのお客様には会っても構わないとロビンさんから言われていますので。お、she's here。それは助かる。あと、はぐれた仲間を探してるんだ。赤い髪の女性でピンクの髪の女の子が一緒にいるはずなんだが、何か心当たりはないか？それはわかりませんね。でも安心してください。ドリームリーフは美しい夢のように大きくも賑やかでもありませんが、治安はとってもいいですから。こういうのはどうですか？お客様たちがドリームリーフを訪れるのは初めてのことですから、僕がガイド役になってまずはお連れの方を探しましょう。それから一緒にロビンさんに会いに行くんです。 Enough. ロビンさんは子供たちに会うためグリッサさんのところに行きました。しばらくはそこにいるでしょうから時間的にも間に合うかと。 OK、 わかった。それで行こう。So, これでピノコニーを騒がせていた2件の殺人事件の答えが出たな。だが黒幕の意図はさらに分からなくなってしまった。で、ね、Sleepy。それは分からない。だが、そいつとギャラガーの関係性は調べる価値がありそうだ。とにかく、まずは彼を見つけなければ。ところで君は、前に自分だけに見えるクロックボーイに会ったと言っていたな。Yes。He's right here. なんだか不思議な感じだな。まさか俺の子供心も。いや、そんなことは重要じゃない。とりあえずミーシャについていこう。いや、for now let's just follow Misha and explore the Dream Flux Leaf. Wait, what? 見てください。ここでは、What the hell is that? ドリームリーフの一番素晴らしい景色を眺めることができるんです。ブラックホール、いや、奥室が集まって形成された膠着円盤か。ドリームリーフはこんな不安定な奥室の上に作られているんだな。え、ベルトさんも奥室通り気学がわかるんですか？実は僕
この大きな空洞をどうやって紹介したらいいか悩んでたんです。奥室通り気学を知っているならお二人はきっとクメイさんと話が合うと思いますよ。ミス・カイミー？ Who is that? Oh, what is it, Nambi? Found a treasure chest? Wait. I hear someone singing. Never mind. Let's just keep. Whoa. Oh. So it was this lady over here humming to the Firefly team. ほら、彼女はあそこにいます。Let me grab this treasure chest first, real quick. Now let's talk to this Kaimi. やっと計算できた。あと10システム時間後には上の美しい夢が下の夢を飲み込んでしまう。私の推測は正しかった。Whoa. この場所は存在しなくなり、美しい夢が全てを飲み込む。あら、あなたたちは？ここはもう消えてしまうのに、どうしてまだ残ってるの？ Lady, mind explain. 私はドリームサーベイヤーのクメイよ。専門は奥室通り気学で、今は自分の生涯をかけた研究課題に取り組んでるところなの。あの大きな空洞が見える？いや。何年も前はただの亀裂だったんだけど、今では大きな穴になってる。この付近の奥室はずっと一定の速度で空洞の向こう側へゆっくりと流れていってるのよ。でも恐ろしいことに、私の計算だと最近奥室の流れる速度が変化していて、前よりも速くなってるの。まるで何かが大きな口の向こう側から吸い込もうとしてるみたいに。 What? ラザリナさんの奥室測量法に改良を重ねて、ようやく正確な結果を導き出したわ。 OK。 10システム時間後、ドリームリーフは消滅する。氷山が溶けてなくなるように全てが崩れ去って、空洞の向こうの美しい夢のかけらと一体化するの。 Wait, what? 心配しないでくださいね。こういうことは今までに何度もあったんです。クメイさんは悪い人ではないんですが、ただちょっと別の世界に浸ってるというか、すぐに自分の計算が間違っていることに気づくと思います。 OK。 それよりも気になることがある。君が言ったラザリナさんだが。あら、あなたも彼女のことを知ってるの？それとも奥室通り気学が好きなのかしら？メモリアダイナミックス。俺たちはラザリナさんの業績に興味があるんだ。詳しく話してもらえるか？ OK。 もちろん。彼女は奥室通り気学の優秀な学者で、最初に奥室速度測量法を青函旅行に応用した人物よ。でも残念なことに、ガーデンオブリコレクションの存在のせいで、普通の人たちは奥室の性質にあまり関心を持たなかったの。最終的に彼女は無名のまま亡くなった。数冊の薄いノートだけを残して、私が彼女に憧れてピノコニーに来て、必死になってドリームリーフを探し出したのは、ここが彼女の亡くなった場所だったからよ。天は才ある者に嫉妬する。ラザリナさんにもう少し時間があれば、きっと奥室の流れを逆転させる方法を見つけられたはずなのに。私感じるの、その源は黄金の時にあるってね。俺なお、あそこには記憶域の流れをかき乱す何か異常なものが存在してるわ。もっと直感的な証明をしないと。そうすればきっとみんなを説得できる。ラザリナという名前を
覚えているか？It was one of the nameless mentioned by the conductor. ああ。彼女はドリームリーフで数々の研究と測量を行っていたが、突然この世を去ってしまったようだ。Okay. クメイさんはよく彼女の話をするんですよ。なんでもラザリナさんは監獄戦争の時期に亡くなってしまったんだとか。彼女が今のピノコニーを見たら、みんなが記憶域の中に家を建てているのを見たら、きっとすごく喜ぶでしょうね。そうかもしれないな。僕たちの目的地は貿易エリアです。そこはドリームリーフで一番人が多い場所なので、お二人の仲間も見つかるかもしれません。 Got it. Then Wait. Did I mean the wrong way? Or is it this way? Oh, sorry. Wrong way. Oh, I see much. Oh. こっちに来るな。 That's the same boy that... うちもあんたも生きてる人間じゃん。正気に戻ってってば。あ、幼児ちゃん、それにあんたもずっと待ってたんだからね。早く手伝って。ファミリーの人に会ったんだけど、すごく怖がっちゃって、なんとか落ち着かせようとしてるんだけど。Yeah, the same boy that encountered Akron earlier on, at the beginning of the main quest. どうして死んだ後も安らかに眠れないんだ。 What? ほら、この調子なんだ。 Now you shall pay respect to March 7th, Ghost of Dreamflux Grief. な、何言ってんの？殴るよ！この人、自分が死んだと思い込んでるみたい。確かにここに落ちてきた時はうちもそう思ったけど。お客様、ここは死後の世界ではなくドリームリーフですよ。ほら、そうそう、聞こえた。うちに続いて言ってごらん、ドリームリーフって。 OK, so I assume March can see me, Sha. 見えないものと話してるじゃないか。ここが死後の世界じゃないなら何だって言うんだ。元気に挑んでまで夢の中で眠ろうとするんじゃなかった。 Wait, 好奇心がビビシを殺したんだ。 Whoa, invisible who? もう聞かないでくれ。モンスターを引き寄せてしまう。死んだ人間はみんなここにいるんだ、みんな。それってまさか記憶液ミームのことじゃないよね。その名前を口にするな。君のせいだ。あいつらが来る。 But these boys paranoid. What? Oh, you can't be serious. We're going into battle already? And the loading's a little bit longer.Deception scrum. Wait, what? 命の花びら。 Let's see if I can handle this. いつ咲こうとも風に吹き落とされる時は来る。根は巡る。おやすみ。Maybe I should have brought in Rule は破るためにある。 Never mind. 始めるか。はっ、悪い気分。評価を始めるね。ブレイク。優美な身構えですね。命の花びらよ、いずれ風に吹き落とされる。 Didn't expect a battle though. Okay. Well, good thing I survived. And the loading is a little wee bit longer.
彼は気を失っているようだ。負の感情が強すぎて近くの記憶域ミームを引き寄せてしまったんだろう。なるほど。でもどうして道を歩いている人は怖がってないの？美しい夢と違ってここの人たちは記憶域ミームを危険なモンスターだと思ってないので、本当に危険があったとしても強制覚醒で無境から脱出できますしね。 I see. でもこの方をこのまま放っておくわけにはいきません。どこか安全な場所へ運んでもらえませんか？ Sure. じゃあジェシーおばちゃんにお願いしよう。あんたたちを待ってる間たくさんの地元の人と知り合ったんだ。ジェシー、ここではみんな自給自足の生活を送ってるんだって。なんて言ったらいいのかわからないけど、なんかこっちの方が本当の夢の世界みたいに思えるんだよね。あ、トレジャー。 OK, I see it. Hold on, let me grab this document first, then there's another one. Follow Nambi. We're here. 天才的な一月よ。どう対処する？ Now let's have a conversation with Jesse. Jesse おばちゃん、こんばんは。あれ、今って夜だっけ？なのかちゃん、いらっしゃい。そっちの人たちは？この二人はうちの仲間。倒れてる人はビビって気絶しちゃった怖がりさんかな。Right. わかった。またうっかりここに迷い込んじゃった人ね。ここに置いていきなさい。最近は知らない顔がどんどん増えてきてる。きっと美しい夢でいろいろ起きてるのね。Whoa.明日で何残された数少ない自由の力も平穏が消えてしまうのかしら。こういうことはよくあるのか？よくあるってほどじゃないけど頻度は高くなってるわ。これも美しい夢が崩壊する兆候の一つなのかも。こっちの人はかなりショックを受けてるみたいね。ナノカちゃん、転換族の女の子を探してきてくれない？彼女の歌声は精神的な傷を癒せるの。ロビン、転換族の女の子？ロビン？おそらくロビンさんのことだ。いや、ロビン。今彼女もドリームリーフに来ているんだ。え、ロビンさん？ロビンさんなら、そっか、ホタルが無事ならロビンさんも同じような体験をしてるはずだもんね。There you go. ことの経緯を明らかにする。ロビン is aliveこのミーシャが今から俺たちを彼女のところへ連れて行ってくれる。だがその前に姫子と合流しよう。そういえば君は姫子と一緒だったんじゃないのか？うん、ちょっと前まで姫子と居住エリアにいたよ。そこで大勢の密航者に会ったんだ。ほとんどは近くの星系から来てるって言ってた。ドリームリーフみたいな場所はアスデナの記憶域にいくつかあるんだって。大海原に浮かぶ島みたいにファミリーが来る前から存在してたみたい。それからドリームリーフがまだそんなに大きくなかった頃はここがピノコニーの無境の中心だったって話も聞いたよ。それが本当なら美しい夢とこの土地に多くの類似点があることにも説明がつくな。姫子はまだそこの人から話を聞いてるはずだから、うちらも急いで出発しよっか。 Right, so the next thing that needs to be done is to rendezvous with Himeko first before eventually meeting up with Robin. So, oh, I see her already. She's on my lap. さっき別れたのはここだから。うん、もうすぐだよ。そうだったの。ここで残りの情報をすべて補えるなんて思ってなかったわ。ギャラガーさんの口癖を借りれば、運命のいたずらってやつだな。Again, グラグ。みんなを連れてきたよ。
みんな揃ったようね。ちょうどよかった。この人はミカ、流刑の地の責任者の一人なの。ミカ、彼らは私の仲間。Where did I heard of this name before? 七死人の皆さん、こうして会えて光栄だ。うちらのこと知ってるの？ Where did I heard of this name before? あんたたちがピノコニーに足を踏み入れた日から、ずっとその動向に注目していたからな。ドリームリーフと12の無境が隔絶されてさえなければ、もっとちゃんとした形で会えるはずだったんだが。正式に自己紹介しよう。俺はドリームリーフの墓守ミカだ。墓守？ドリームリーフでの生活はとても自由で、組織と呼べるものはない。みんなそれぞれの生活を送り、互いに干渉しないようにしてるんだ。俺にできることも、毎日決まった時間にいくつかの墓を掃除することくらいさ。ミカさん、それは謙遜しすぎですよ。道に迷った夢追い人がここに連れてこられるたび、いつもミカさんが守護者として彼らを美しい夢に送り返したり、混沌とした無境の中で生きる方法を教えたりしてるじゃないですか。なるほど、まるで保護者だな。ベルトさん、今のは俺に言ったのか？ん？ What？ ところでミカさん、君の言う墓とは？ここに来るまでの間、墓地は見かけなかったと思うが。Okay, that was a little weird. 墓といっても、いくつか象徴的な慰霊碑があるだけだ。ベルトさんが気になるなら、実際に見に行こう。俺の推測が正しければ、あんたたちはそこでかなりの収穫が得られるはずだ。だがその前に、もう一人一緒に行く大切な客人がいる。ロビン。大切な客人？それってもしかして。It's Robin March。ドリームリーフの道路は長いこと。Oops, sorry. My apologies.My apologies for cutting off the dialogue. That was completely unintentional. Anyhow, let's just follow the minimap. I believe Robin is... Is she around here? Oh, I see her, I see her. I see her. 彼女だ。Yep, it's Robin. みんな素晴らしい歌声ね。こういうスタイルの曲はあまり歌わないからすごく勉強になったわ。Not the fake one that's in the dreamscape right now. 本当に何とお礼を言ったらいいのか。たった数日で子供たちがあんなに上達するなんて。クリッサさん、私は声の出し方を教えただけ。人生に希望を持つことを教えたのはあなたよ。現実世界での日々はきっと大変でしょ。分かっていたのですね。お別れの時間が来るたび、子供たちはこのリュームの地から離れることを嫌がる。でも私がドリームリーフで会った人たちは、みんなこのボロボロの夢にとどまる価値はないと言っていたわ。さすがは期待を寄せられるハーモニーの子ですね。エマとアンディは私が引き取った孤児。目が見えないカルはピノコニー近郊の栄養所で働いていて、ギャリーは幼い頃から自閉症の症状が出ています。何よりみんなまだ未成年で、ファミリーの美しい夢に行くこともできません。鳥に例えるなら、この子たちは生まれつき翼が欠けたひな鳥ですが、この夢の中でならこの子たちも完全な翼を得ることができる。飛び方がおぼつかなくても自分の力で空へ飛び立てるのです。私は両足を失った老いぼれ、
この無教がなければ子供たちの前に出ることすらできなかったでしょう。あなたたちがピノコニーの夢の中で新しい生活を始められたことは私も嬉しく思うわ。ただご心配なく、ロビンさん。夢には意味がありますが、それが全てではありません。私も子供たちもよく理解しています。夢の中でどんなに高く飛べたとしても、いつかは現実世界に戻らなくてはならないと。ですが見てください、今ではエマもギャリーも自分を卑下することはなくなり、カロは目が見えないことへの戸惑いにどう向き合えばいいのか分かってきて、アンディは以前よりもずっと活発になりました。おかげさまで私もかなり楽観的になっています。私たちは夢の中で人生を学び、現実世界に戻って生きることを学ぶのですよ。翼が欠けているならお互いに翼を貸し合えばいい。夢の偽りの空に執着する必要なんてないの。なぜなら私たちにはもっと広い世界へ飛んでいく権利もその力もあるのだから。無事な姿を見られて嬉しいわ、ロビンさん。いや、請求列車の皆さん、また会ったわね。私の失踪で外の世界は大騒ぎになっていると聞いたわ。本当にごめんなさい。ここにいるということは、ロビンさんはピノコニーの現状を十分に理解していると思っていいのかしら。ピノコニーに戻ってから私の声は調子がおかしくなって、だんだんと声が出なくなってしまったの。 What? 最初はただの偶然だと思ってたわ。長く外で暮らしていたせいでハスデナの高濃度の屋室への耐性がなくなってしまったのかもしれないって。でも今となっては原因は私ではなかったみたい。私の周りには調和と相入れないものが存在していた。声が出なくなったことも美しい夢が崩壊する予兆の一つだったのね。はあ、美しい夢の崩壊。あのメモキーパーも同じようなこと言ってた。本当だったんだ。 So the CGM is collapsing for you. 私がピノコニーを離れている間、12の無教の境界は広がり続けていた。でも私が夢の異変について触れるたび、クランの当主たちは言葉を慎んでいるような気がしたの。答えてくれたのは兄だけだったわ。その後カンパニーの使者から密かに手紙が送られてきて、ピノコニーの光の下には人に言えない秘密が隠されていることを確信した。最後にウォーク家の文章からいくつかの手がかりを得てここを見つけたの。ファミリーに死という名で隠蔽された流刑の地、ピノコニーの過去が封印された夢の中の夢を。こうして聞いた感じだとロビンさんの声の不調は回復してきてるみたいね。ええ、残酷だけれどここの調和は美しい夢の中よりも広く伝わっている。これは紛れもない事実よ。残念なのはファミリーの中から裏切り者が出たことね。彼、あるいは彼らは最初の信念を捨て、調和の名のもとに人間の弱さを利用してピノコニーを儚く美しい夢に溺れる宴の星へと変えてしまった。Hey, we're getting somewhere. こんなの、強気を持って弱気を助けるどころか、強気を持って弱気を支配しているだけよ。平等性を失った世界はもう二度と調和の恩子もその祝福の声も賜れない。歌えなくなるのも当然だわ。ロビンさん、別の可能性は考えられないか。例えばファミリーの理念の変化は
別の勢力が関与しているとか、ヨミさんの例から考えても司令以上の力が介入しない限り、調和のテリトリーで全ての人に影響を与えられる別の意思が存在するとは思えない。全州同盟の件は私も聞いているわ。でも私の知る限り、外部勢力によるファミリーへの関与は考えられない。ただ私が故郷を長く離れていたせいで見えていない部分が多すぎるだけかもしれないけれど、とにかく私は自分の故郷が調和の名のもとに調和とは反対の方向に進んでいくことは受け入れられないの。どうして時計屋のミハイルがファミリーと決別したのか、そして誰が裏切りの決断を下したのか、ミカさん、私たちの取引を覚えてる？ついに答えを出す時が来たみたい。私は諦める。もう調和セレモニーの舞台には立たないわ。 What is that? 11 system hours until not too damn fast。 お兄ちゃん見て、小鳥がいる。ハーモニービジョンのヒナみたいだね。でもこの辺はハーモニービジョンの生息地でもないのに、どうして一人ぼっちでここにいるんだろう。親に捨てられたのかな。なんだか弱ってるみたい。クッションを持ってきてその上で休ませてあげるのはどうかな。いや、ここは危険すぎる。とりあえず連れて帰って君の部屋にある木の棚で休ませてあげよう。いいかも。きっと綺麗な声で鳴くね。でもこの子が寝るところはどうすればいいの？僕が当主に頼んで鳥かごを作ってもらうよ。かご？それじゃあ自由に飛べないんじゃない？どれどれ、デームの最も優秀な代弁者である君たちが食後のデザートすら忘れてしまうほど夢中になるものが何なのか、私に見せてごらん。ああ、哀れな小さき命、あまり楽観できる状態ではないようだが、君たちはこの命を救いたいのかい？サリー・ロビン will say yes。 でも閉じ込めるのはダメだと思うの。それはなぜかな。この子はまだ小さくて羽も生え揃ってないし歌も歌えないけど、カゴの中で生きるために殻を破ったわけじゃないと思うから。So he wants to give the bird freedom. 鳥は空を飛ぶために生まれてくるんだよ。とてもロマンチックな考えだね。では小さな博士、君も妹の意見を認めるかい？僕もロビンの言う通りだと思います。でもこの子を外に置いておいたらきっと数日もしないうちに死んでしまうでしょう。我らが小さな博士はまだ少し迷っているようだ。では子供たち、君たちのために一つ話をしてあげよう。知っての通り、ハーモニーピジョンは大気圏を飛び越えることのできる鳥だ。高い高度を飛ぶとき、その羽は摩擦による高温で壮麗な光を放つ。まるで流星のようにね。そういう美しい光景を何度も目にしてきた私たちは、それを生まれつきの能力だと思っていた。しかし
その流星のような輝きは、彼らが大自然の中で数百琥珀期を戦い抜いた結果なんだ。ハーモニービジョンの祖先はあまりに弱く、地上の生存競争に勝つことができなかった。だから彼らは駆られる運命から逃れるため、空を見上げ羽ばたき始めた。そうして数千数万世代にもわたる試みを経て、群れの中の一羽がついに翼を正しく羽ばたかせる方法を学んだ。そして空に飛び立ち、大地に別れを告げたんだ。つまり鳥は最初から飛べたんじゃなくて、自分の意志で飛ぶようになったってこと？それも一つの理想主義的な解釈だ。さてサンデー、君はどう思う？僕は空を飛ぶことが鳥の天性だと考えられているのは、人は地面に落ちて死んだ鳥を見たことがないからだと思います。バディ、why are you being so negative all of a sudden? それも面白い考え方だ。では君は今この小鳥をどうすべきかもう分かっているね。はい、まずはカゴに入れます。少なくとも一人で生きていけるようになるまで。なぜなら僕はどうしてもその子に生きていてほしいから。 But then again, Sunday has... よろしい。君たちの心の中にはすでに答えがあるようだ。君たちの描く未来図は実に素晴らしい。それがそれぞれの方法で実現されることを私も心から願っているよ。この子は私たちがちゃんとお世話するね、お兄ちゃん。でもゴフェルさん、まだ一つわからないことがあって。 And that is? 言ってみなさい。もしこのハーモニービジョンが最後まで飛べなかったらどうすればいいですか？ Oh, interesting question. つまりもしこの世界に一生飛べないひな鳥がいたとしたら、僕たちは彼らを空に返すべきなんでしょうか？また地面に落ちて死んでいくのを見ることになるとしても。いい夢を見てるようだな、小鳥。目を覚ませ。ギャラグ？どうした？いや、立てないのか？サンデーイズアライブ。Of course, you are still alive. You just got teleported to the land of the exiles. Robin, がどこにいるか教えなさい。今すぐに。どうせ最初に気にするのは妹のことだろうと思ってたさ。安心しろ。お前の妹はここにいる。そして安全だ。今は町を歩いて住民たちを訪ねている頃だろう。この状況、俺がお前だったらもっと自分のことを気にするが、ふん、何せ目の前にさっき自分の胸にナイフを突き立てた野郎が立ってるんだからな。Yeah, and people went crazy about it. もし本当に私を殺すつもりならこうやって会話する必要もないでしょう。目的を言いなさい、時計屋の犬め。ふん、
そこまでお見通しってわけか。なるほど。 So the watchmaker is the final boss of this 夢の主や四大クランとやり合えるわけだ。俺の選択は正しかったようだな。選択？ Choice。 お前なら俺の目的は分かってるだろう。虚構が見抜かれた以上、俺に残された時間は少ない。もう駆け引きをするのはやめだ。俺はお前と手を組みたい。Why? なぜ私と手を組めると思うのです。 After you step Sunday onto his chest, last Vinquest. あの名高いロビンをこっち側につくことを選んだからさ。さらに裏切り者の手がかりとピノコニーの明るい未来。これだけのものを入れたカクテルがあれば、お前を満足させられるか。嘘にまみれた人間が真実を口にするとは到底思えませんね。大丈夫、俺のことは信じなくてもいい。お前が信じるべきはロビン、お前の心の中にある正義だ。 OK。 まずはロビンに会わせてください。ああ、お望み通り、彼女が来たぞ。あ、Wait, no. これはどういうペテンです。ファイアフライ。冗談だよ。このお嬢さんが俺たちをロビンのところに連れて行ってくれる。Oh, そうだよな。ファイアフライ's enemy list。私も請求列車も含めて、あなたに聞きたいことがある人、たくさんいるからね。そいつは結構。ではこちらへ。高貴なるオーク家の当主様、これで役者は揃った。 OK。 Moments later。 What is this? 俺がさっき言った慰霊碑だ。書かれてる名前はあんたたちならよく知ってるだろう。ラザリナ、そしてティエルナン。ピノコニーが辺境の監獄と呼ばれていた時代、開拓がここと他の星々とつなげてくれた。彼らはアスデナを救った英雄。その名はこんな小さな石ころじゃなく、もっと歴史のある大きな石碑に刻まれるべきだ。しかし今、宴の星には美しい夢しか残されていない。あの重い歴史と監獄の姿はもう跡形もなくなくなってる。彼らの名前が石碑に刻まれているということは、ミカの言う通りなら彼らはずっと昔に亡くなっていることになるわね。ラザリナは独立戦争で犠牲になった。奥室の流れを明らかにするため、okay. 一人でシャドルに乗って聖剣の中心に行き、そのまま帰ってこなかったんだ。ティエルナンは銃の扱いがうまいカウボーイで、強くて頼れる男だった。彼は人々を率いて悲惨な対外戦争を乗り越えたが、真の平和が訪れる日までは持たなくてな。And the last one? 戦争から10年が経った頃、ピノコニーはひどい内憂外患に陥った。アスデナのためにティエルナンは再び開拓の道を歩むことを決め、アークティッド家を率いて聖剣街を探索したんだ。だがスウォームに包囲されて全滅した。お、予想はしてたけど、実際に先輩たちの話を聞くとやっぱり悲しいね。彼らの人生は未知の世界への旅の上にある開拓の名に恥じないものだわ。でもこの名前のない慰霊碑は、ドリームリーフが誕生した時、その記念碑の主はまだ死んでいなかった。だがその人はいつか来る日のためにと言って、自分のために無名の碑を建てたんだ。請求列車ご一行、また会ったな。 Yes, we meet again, Gallagher.
Okay, check my surroundings. Whoa. The entire Sunday and Robin's over here. Mikhail, Misha, Firefly, and Gallagher. But is it... Let's just focus on the main objective and have a conversation with Gallagher first. その兄弟には少しプライベートの時間をやるって約束してるんでな。先に俺たちの話をしよう。それでいいか。ああ、構わない。ギャラガーさん、せっかく苦労してファミリーの意思決定者、請求列車、性格ハンターを一堂に集めたのは、何か重要な話があるからだろう。なんだ、あんたらまでお見通しってわけか。正直もう顔に黒幕って4文字が書かれてるようなもんなんだけど。ベルトさんの言う通り、そろそろ誠意ってもんを見せる時だな。はい、Let's hear it。 その兄弟は知るべきことは知ってるから、どう選択すればいいかもわかるだろうが、七シビとご一行は到着が遅かったからな。質問の時間を取るのは当然のことだ。改めて自己紹介をしておこう。ドリームリーフの創立者にして時計屋の助手、そして例の招待状を出した張本人でもある What? 虚構歴史学者のギャラガーだ。以後よろしく。ギャラガー、 He's the one that's 虚構歴史学者？じゃあこれまでうちらに話したことは全部デタラメだったってこと？いや、okay. 俺らに話したことは全部本当だ。Didn't see that one coming. まあ、ほとんど。ファミリーが再び俺を受け入れたって点を除いてだが。ミカに確認したから、ファミリーと時計屋、それとミハイルの功績については嘘じゃないってことは分かってるわ。OK。ご理解いただいたところで、早速話を進めよう。みんな知りたいだろう？どうして俺が、こんな大変な思いをしてまで遺産争奪戦を仕掛け、こんなに多くの派閥を招待してピノコニを大混乱に陥れたのか。いや、why? 答えは至ってシンプルだ。全ての根源はお前らもよく知る性格にある。 Wait, so there's a Stellaron right over here? ピノコニはどこへでも行き来できる星間の中枢で、汚染された形跡もないように見えるが、どうして性格が関係あるんだ？おっしゃる通り。だから当ててみてくれ。それが何を意味しているのか。Someone is manipulating the Stellaron? 鋭いな。さすがはこの場で最も性格に詳しい人物といったところか。美しい夢は無から作り出されたものじゃない。記憶域を海に例えるなら、夢の地を築くってのは、荒れ狂う海を土で埋め立て、陸地を作るようなものだ。それほどの偉業を達成するのに、記憶、あるいは神秘の指令の力を借りないとしたら、性格を使うしかない。そして、それは単に願ったからって叶うことじゃない。相当の知識を備え、多くの時間と労力を費やして、やっと完璧なものになるんだ。ここまで言えばもうわかるだろう。今の宴の星はアステナの性格の災いそのものなのさ。 What? 宴の星が性格の災い？話は過去に遡る。 OK、インフォダムタイム。辺境の監獄を解放したが、無からピノコニを作り上げるのは至難の業で、内外の問題もキリがなかった。そんな時、性格の力を使おうと企む奴らが現れたんだ。へえ。その性格は戦争時代にアステナに落ちたものだったが、七死人の訴えにより当時の人々はその力に頼ろうとはしなかった。だが下心のある奴はそれを狙い続けていたのさ。へえ。全ての転換点はティエルナンが犠牲になった時だ。ティエナン、ワンオブザ二人の七死人の仲間を相次いで失い、時計屋は自ら開拓の前線に出ざるを得なくなった。そして
その遠征が彼の敵にチャンスを与えた。モントール星系のファミリー代表が時計屋の呼びかけに応じてやってきた時、性格はすでに活性化され、未開の共感覚無境の中に浸透していたんだ。そのファミリーが都合よく性格を封印する知識を持っていたってことね。それどころか、奴らの性格に対する知識は常人のそれをはるかに超えるものだった。すぐにミハイルを助けて内乱を鎮めると、調和の名義でピノコニーの建設に加わったんだ。それは夢追いの時代と呼ばれる三古悪鬼のことだった。そして真相を知らない時計屋は全宇宙に招待状を送り、夢の地の大ブームが巻き起こったのさ。それでどうしてその人たちは敵対するようになったの？さっきの海を埋め立てるって例を覚えてるか？事実として性格は封印なんかされてなくて、形を変えて夢の中に存在してたんだ。 What? よく考えてみろ。こんな巨大な美しい夢を構築して維持する、そのための代償は何なのか？それは命だよ、お嬢さん。 Oh my gosh. 豪華絢爛な美しい夢は精神の死の上に築かれ、快楽という読書が無境を満たして人々を溺れさせる。理性はゆっくりと同じ終点に流れていき、最後には美しい夢の胎盤になるのさ。迷い、怠惰、臆病、そういう人間なら誰もが持つ弱さはファミリーによって増幅され、肥え太らされ、ピノコニーを過去のそれよりもはるかに堅固な別の監獄へと変えた。わお。俺たちは気づくのが遅すぎたんだ。その時にはすでにファミリーによって全てが掌握されていて、反逆者はすぐに捕らえられ追放された。窮地に陥った俺は神秘の力を借りて、この混沌とした記憶域に身を潜め、また数年をかけて夢の中で俺たちに使えるミームを虚構した。眠り、ドメンシー、これがそいつの本当の名前だ。普通の人間は夢の中で再び眠ることができない。だからこそその隙をつくことが俺たちの突破口になる。いや、それが不可能を見届けるの本当の意味だったの。つまりあんたが時計屋として招待状を出したのは、性格の危機を何とかできる派閥を見つけ、ピノコニーの真実に気づくよう誘導するためだったってことね。それだけじゃない。俺は各派閥が遺産争いを繰り広げる姿と、10年以上も姿を消していた時計屋が声を上げることで、ファミリーの中の裏切り者が馬脚を現す瞬間を見たかったんだ。つまり遺産は本当にただの口実だったってわけ？もしお前が性格を遺産にしたいってんなら、俺も文句は言わないぞ。それでその性格は今どこにあるの？それはあの羽頭の小僧に聞くべきだな。Mr. Wings? 性格は常にファミリーの支配下にあり、奴は大久家の当主だ。きっとその質問にも答えられるだろう。はい。So, next up is let's have a conversation with Sunday to learn the whereabouts of the Stellar One.おしゃべりは済んだか？どうだ、そろそろあの性格のありかを教えてくれないか？それはピノコニー大劇場そのものです。 What? やっぱりそうなのね。ファミリーの化身、美しい夢の中に最初に現れた建物、それがピノコニーをこんな姿に変えた元凶だったなんて。性格を利用してそれを完成させたのは、おそらくはゴフェルさん、今の夢の主でしょう。思ったより順調だな。こんなに早く容疑者を特定できるとは。それとも事前調査が十分だったのか？あなたの言う通りです。
妹を殺した犯人を調べていた時、あなたを除いて私が次に疑ったのは彼でした。おう、オッケー。お前が先に俺を尋問したのは正しかったみたいだな。他に選択肢はありませんでした。夢の主の形跡を捉えるのは難しく、当主たちですら彼に会うのは困難ですから。しかしゴフェルさんは私と妹にとって恩のある方。こんな結果は知りたくありませんでしたね。恩ってどういうこと？実は私たち兄弟も挽回のガンの被害者なの。孤児だった私たちは救済に来たファミリーに引き取られて育った。そしてゴフェルさんは私たちの資質を見抜き、ピノコニーに連れてきたのよ。でもだからといってゴフェルさんが調和の対局に向かっていくのを黙って見ていることはできない。ましてや自分の歌声で罪深い事業を称えるなんてもってのほかよ。ファミリーの裏切り者が誰であろうと、彼がどんな命令を下そうと、私が舞台で歌うことはないわ。私たちは絶対に調和セレモニーを調和を破壊する儀式に変えさせたりはしない。私たちの理想の楽園のために。ええ、私たちの理想の楽園のために。オーク家の当主としてピノコニーの明るい未来のため、私は絶対に引くわけにはいきません。私とロビンはすぐに美しい夢に向かい、なんとか夢の主に会って今回のことを問いただします。もしファミリーが本当に調和から外れているのなら、私は皆さんと同じ戦線に立ち、調和セレモニーを中止して自らゴフェルさんの犯した罪を償いましょう。お前らが立ち向かおうとしている敵、あるいは敵たちは俺みたいな弱っちい老犬とは違って、少し手を出しただけでくたばるような相手じゃないぞ。共通の目標がある以上、力を合わせた方が勝機をつかめる確率も上がると思うんだが、どうだ？私たちは先輩ナナシビトの足跡をたどってここまで来たの。今さら彼を追うのを諦めたりしないわ。うん、ナナシビトは困難にぶつかったくらいでひるんだりしないもんね。あんたもそう思うでしょ？Ain't nothing to fear. Heroes never back down. Peace was never an option. そうそう。またうちら請求列車が世界を救う時が来たんだよ。列車組はこうした事態を傍観したりはしない。サンデーさん、ロビンさん、請求列車を代表して俺が君たちに同行しよう。第三者が立ち会った方が交渉もよりスムーズにいくはずだ。それに危険が迫った時のことを考えると、一人でも多い方がいい。感謝します、ベルトさん。皆さんもありがとう。Right. 調和セレモニーは間もなく幕を開ける。もう時間はありません。皆さん出発しましょう。 Alright. みんなこっちに来てくれ。出発前にまだ準備したいことがある。 OK. And I get the chance to talk to Firefly. Am I? 同行を申し出たのは俺だが、今回の夢の主との対決はきっと厳しいものになるだろう。え、幼児ちゃんがそんな風に言うなんて。夢の主ってそんなにすごいの？ピノコニーのファミリーのリーダーである以上、おそらく夢の主の背後には調和の全勢力が控えてるわ。性格も彼の手の中にあることを考えると、最悪の事態に備えておかないと。はい、we're getting somewhere。 幼児ちゃん、やっぱり行かない方が。 No。 そういうわけにもいかない。ロビンさんはともかく、さっきのサンデーさんの様子は少し違和感があった。Oh, please don't tell me Sunday's the traitor。 少なくとも
彼が土壇場で裏切らないよう見張っておく必要がある。 Why am I getting the feeling that Sandy is the chief? 君はカンパニーの使者から受け取ったトークンを持っていたな。貸してもらえるか。 The keepsake? Oh, the coin! やっぱりか。 What do you need it for? 思った通り、アベンチュリンさんが君に渡したこのトークンは小型の発信機だ。は？おそらく彼はこれで君の動きを追跡したり、必要があれば連絡を取ったりするつもりだったんだろう。OK。まさかここに来てこれが役に立つとはな。アベンチュリン？あの人ってまだ生きてるの？ Yes, he's actually still alive. 夢の主を探して交渉するのとアベンチュリンに何の関係があるの？言っただろう。カンパニーと協力するのはファミリーとのバランスを保つためにも悪くないと。交渉に問題があればファミリーが正確に手をつけた意図が明らかになる。これがあの死者が夢見ていた突破口だ。その時が来たら俺はこの発信機を使ってカンパニーにメッセージを送る。唯一の賭けはアベンチュリンさんが無事かどうかだが、カンパニーの回線ならきっと誰かしらが傍受しているはずだ。戦略投資部の重要な幹部と来ればなおさらな。それを考えるとメッセージを送るだけで十分だろう。幸運を祈ってるわ、ベルト。ああ、君たちも慎重にな。もし何か手違いがあれば俺に構わず性格を封印してくれ。オーボイ。死を恐れないか。まさに真の英雄だな。たとえ夢の主が潔白であってもファミリーの腐敗は根深い。ミハイルが犯した過ちは二度と繰り返さない。彼の幸運を祈ろう。ギャラガ、まだ何か言いたいことがあるんじゃない？なぜそう思う？出発前、車掌は私たちにピノコニーで3人の七死人の消息を追うように言った。ラザリナとティエルナンのことはもう分かったわ。いや、残っているのはラグウォークだけよ。レイグウォーク。私が間違っていなければ、私たちはもうとっくに彼に会っている。そうよね？ふん、会っているとまでは言えないが、答えは確かに簡単だ。何しろあれだけ明確なヒントを出したんだからな。 What? 請求列車から返事を受け取ってから俺はあんたらに関する情報に注目してきた。様々な世界を結びつけるために相当な労力を払ったことも含めてな。そして今あんたらは無事にここにたどり着き、自分たちの力を証明した。姫子さん、列車を修理して再び銀河に旅立たせたのはあんただな。 Yes. In... そしてこの二人の若い七死人は特殊な執事で優れた技を身につけている。Of course. My reputation precedes me. Believe in the galactic baseballer supremacy. あんたね、そんなのないでしょ。ふん、元気がいいな。あのパムとかいう車掌にはよろしく伝えておいてくれ。お前の親友はいつも酔っ払うと列車で過ごした時のことをつぶやいてたって。あの最後の七死人は出発して止まってまた出発して大回りして最後はスタート地点に戻った。死ぬ直前あの人は俺に必ず請求列車を見つけ、例の招待状を未来の七死人に送るよう頼んだ。そのために彼はプレゼントも用意したんだ。開拓の後を継ぐ者たちに託す正真正銘の遺産をな。ついてこい。今こそそれが再び日の目を見る時だ。Is it what I think it's going to be? Follow Galaga and meet with the watchmaker. Okay, here? またここに戻ってきた。
よう。俺は時々あんたが死んだことを忘れちまう。あんたにだってもっと話したいこと、もっと歩きたい道がたくさんあっただろう。約束通り、最後まで気にしてた後輩を連れてきたぞ。どうしてあの列車のことを忘れずにいたのかはわからないが、あんたがこの世を去る前に言った最後の言葉は覚えてる。俺たちを失望させるなよ、じいさん。あ、カチン？な、何？どういうこと？ Now what?All of a sudden, we're getting a cutscene. Whoa, what? What? 行こう。彼の終点はすぐ目の前の花園にある。ピロコニーの最初で最後の七種人。時計屋ラグウォークシャール・ミハイル。ミハイル・シャール・レイク・ウォーク。So that's his full name. Right? So... Oh, let's... Thanks, Nambi. Hold up. Treasure.This one, over here, I got it. The public enemy. Meet me the...、Oh, left, left. Okay, any more? Whoa.Beneath the sea surface of Memory Zone, in a garden closest to the full moon in water, an elderly man rests on a recliner enveloped in utter silence. The watchmaker, Mihail Shah Lakework, has passed into that endless timeless dream where no sound could ever awaken him. やっぱり時計屋が3人目の七種人だったんだ。なんとなく分かってはいたけど。彼が残した遺産は一つの夢の泡だ。きっとその中には七種人だけに意味のあるものが保管されている。何しろ俺が中身を見ても何も見つからなかったからな。おそらく何らかの開拓の暗号なんだろう。まったく俺より謎に包まれてやがる。見せてちょうだい。 As the world seesHimeko nods ever so slightly in your direction. You take a deep breath, steady your mind, and turn your gaze towards the watchmaker. You press your hands against the dream bubble and the thick vicious memoria converges under strain, then stretches outward from your fingertips. As if weaving a delicate web, it gently cradles your palm. A chill travels from your fingertips.Carrying with it a myriad of vibrant and intertwined memories, as experience would suggest. But this time, you've seen nothing at all. Try to focus and capture memories. The dream bubble is clearly extraordinary. Perhaps the approach was wrong. You think holding your breath and closing your eyes. With one knee on the ground, you press your forehead against the thin film coated in the memoria.Yet before you, there remains an abyss of darkness. No crimson sun descending upon snow-capped mountains, no gentle laughter, no drinking stars, no echoes of sword clashing, and most of all, no traces of trailblaze. There is nothing and nothing is there. Indubitably, this is but an empty dream bubble. あれ?
どういうこと？この夢の泡、本当に何もないじゃん。一体どういうことなの？やっぱりそういうことか。What? 彼はいつも七死人に対してわけのわからない自信を持ってた。その計画の中には常に開拓が組み込まれていたが、俺にはその自信がどこから来るのかわからなかった。彼が生きてる間、列車との連絡が成功したことは一度もなかったしな。俺はずっとこのじいさんが何を考えてるのかわからなかったが、この空っぽの夢の泡はわけのわからない幻想と理解しがたいロマンチシズムに満ちていて、実に彼らしい。いたずらじじめ。まあこの人が何か手札を隠し持ってるなんて俺も期待しちゃいなかったが。いいえ、ギャラガー、ミハイルはきっと一番大切なものを私たちに残してくれてるわ。なんだ、まさかあんたまで理屈を並べるつもりか。ミハイルが未来の七死人を信じたように、私たちも過去の七死人を無条件に信じてる。彼らは愛する土地のために自分の一生を捧げようとした。それなのに未来への後悔を抱えたまま急に旅立ったりするはずがないわ。この夢の泡にはきっと何かが隠されてる。ただ私たちがまだそれを見つけられてないだけでね。ギャラが、時計屋を信じることに関してはあんたも同じでしょ。俺は神秘の運命を歩む人間。人生哲学は何も信じないことだ。だから俺にもわかる。信じることが開拓にとって何を意味しているのか。俺も彼が何を残したのか知りたい。全てはあんたらの腕次第だ。はい。あんたのペットを貸してもらえる？黄金の時に戻って無教ショップで確かめたいことがあるの。ミハイルのために、そしてピノコニーの未来のために。Oh, the dead pet. And now we're suddenly switching to Bill's POV. Ah! Just when was things were starting about to get interesting, man. Gosh dang it! Ten system hours. ご用件を伺ってもよろしいでしょうか。俺たちは請求列車の七死人だ。チェックインしたいんだが。請求列車？ですが、それなら以前。ああ、仲間たちは先にチェックインを済ませている。俺の名前はタンコ。ホテルのシステムに俺の個人情報があるはずだ。かしこまりました。ですがお連れの方々はチェックインされる際にお客様の予定が変わって宿泊できなくなったとおっしゃっていましたが。また予定が変わったんだっつーの。Yep. こちらのお客様は？俺は請求列車に乗ったばっかの新人七死人。名前はパムだ。こいつは俺の仲間だ。俺たちがファミリーの招待に返事をしたのはこいつが列車に乗る前だったから、システムに記録はないと思うんだが。What the hell? 融通を聞かせられないか。ああ、そういえば先にチェックインされた七死人の方々の中に同じような状況の方がいらっしゃいました。最近は開拓の運命に足を踏み入れる方が増えているようですね。GG's. Well played. 前例がありますので原則的には問題ないかと思います。今、お連れの方にご連絡させていただきますね。OK。申し訳ありません。請求列車の方々と連絡が取れないようです。Because they are at the land of the exiles. 連絡が取れないというのはどういう意味だ？申し訳ないのですが、私もこのようなことは初めてでして。システムによると、請求列車の方々はまだ無境の中にいらっしゃるようですが。だったら部屋番号教えてくれ。
俺ら二人で行ってみるから。恐れ入りますが、お二人の身元を確認させていただいた後でないと、お客様の個人情報をお伝えすることはできません。じゃあ、あんたが適当なやつを選んで、ベルトでいいか。あいつを強制的に目覚めさせりゃいいだろう。そちらも致しかねます。強制覚醒には厳格な使用規定がありますので、勝手に操作することはできないのです。あれもダメ、これもダメって。あんた一体どうしたいんだ？俺と兄弟にここで座り込んでろってのか？オーボーイ。どうか落ち着いてください。お二人の身元を確認するためにも、お連れ様と連絡を取る必要があるのです。だが、今は先に俺たちの身元を確認しないと、俺たちの仲間に連絡することもできないんじゃないか。確かに、おっしゃる通りですね。ベイビーが、これ以上お役所仕事のたらい回しみたいな真似はやめろ。いいか、ジョーちゃん。別にあんたを責めてるわけじゃねえが、できんなら今すぐやれ、できねえならできるやつを呼んでこい。いいな。お客様、お怒りをお収めください。あの時はオーク家の当主であるサンデー様が自ら処理してくださったのです。少々お待ちください。すぐに連絡いたしますから。彼女は俺たちを困らせようとしているわけじゃない。本当にどうすればいいかわからないんだ。まずいかもしんねえな。さっき列車の中であんたも試してたが、奴らから一向に返信がねえ。俺は気になることがあるから、少しここを離れる。お前はここで、あの女性を待っていてくれ。ロール。行け。さっさと済ませて帰ってこい。仲間が行方不明になって、炭鉱の奴も焦ってるはずだ。少し時間をやるか。心配は判断を鈍らせるからな。POV speech, broken arrow. Ay, ay, ay. Sabrina? もうすぐ調和セレモニーが始まるね。楽しみだな。Information gathering time. あんたらも調和セレモニーに参加しに来たのか？ううん。僕はたまたま居合わせただけ。実際セレモニーが何なのかよく分かってないんだ。なんだか賑やかそうだけど。この程度、アナンリアでは別に珍しくもないわ。お父様が私のために開いてくれた誕生日パーティーは、この調和セレモニーにだって負けてないんだから。嘘だ。調和セレモニーは一個白期に一度のお祭りなんだから、君の誕生日パーティーなんか比べ物になるもんか。そいつはどうかな。彼女の誕生日が一琥珀期に一度だって可能性もあるだろ。まあそんな話は置いといて、聞いたか、夢の中で事件が起きたって話。あんたら何か知ってるか。事件？何のこと？まさか調和セレモニーを邪魔するつもり？やめてよ、ずっと楽しみにしてたんだから。何を慌ててるんだか。いい？こういう大型イベントの前っていうのはね、多少は噂が流れるものなの。心配するのはやめなさい。もし本当に何かあったなら、私たちよりファミリーが焦ってるはずでしょ。ああ、その通りだな。俺もこの祭りを盛り上げるためにわざわざ駆けつけたんだ。何かあっちゃ困るってもんさ。That's a fast talk. このベイビーたちは何も知らねえのか。くだらねえ話を続ける必要はねえな。Right. I think it's best we ask another staff member. Oh, nice. Hit a security. こんにちは。私はホテルのセキュリティを担当してるハウリア家のコティよ。何かお役に立てることはある？よ。ちょっといいが、夢の中で調和セレモニーに影響が出るかもしれない何かが起きたって聞いたんだが、
何があったんだ。俺はわざわざハイアイ連邦から来たんだ。無駄足を踏むなんざごめんだぜ。え、何も聞いてねえのか。どこで聞いたのか知らないけど、そんな噂は信じないで。ハウンド家の一員として保証するわ。調和セレモニーは全て順調にいってるってね。各クランの当面の最優先事項は調和セレモニーを予定通りに開幕させること。今回は夢の主も第一線に出てくるから安心して。絶対に無駄足を踏ませたりしないわ。そう言ってくれんなら安心だ。嘘をついてる感じじゃねえな。つまりホテルの従業員すら知らねえってことか。帰ってきたか。彼女はまだ戻ってこないのか。ああ、あの女にサンデーへの連絡を任せたのは失敗だったかもな。従業員も客も夢の中の状況を何も知らねえらしい。どこまで行っても浮かれまくった光景ばかりだ。俺に言わせりゃ、これは決していい傾向じゃねえ。ああ、それにおかしなこともある。ピノコニーを治める五大クランの中で、オーク家は議会の主催者であり、夢の内外すべての管理、調整の責任者でもある。だが、ホテルを一回りしてきたが、こんな大事な日だというのに、その重要なクランの人間と一人も会わなかったんだ。ホーリースイート。俺の記憶違いじゃなけりゃ、サンデーはオーク家の当主じゃなかったか。ここに長居しても仕方がない。ひとまず列車に戻ろう。Why? そう焦んなって兄弟。カンパニーとやり合ったことはあるが、いきなり走り出して逃げたりしたら、すぐに街で一番目立つ奴になっちまうぜ。おとなしく待っていろというのか。別におとなしくする必要はねえが、とにかく今は待った方がいい。ファミリーが何か企んでても、俺ら二人が来ることは予想できねえ。奴らにとっちゃ、俺らこそが不確定要素なんだ。奴らも警察に手出しはしてこねえだろう。俺らが余計な騒ぎを起こしたくないように、奴らも無関係な人間を驚かせたくはないはずだからな。見たか、このホテルも、カンパニーの犬が見張ってやがる。俺がファミリーなら、手続きを理由に不確定要素をここに留まらせる。わざわざ彼らの罠に飛び込む必要はない。もちろん、奴らと一緒に時間を無駄にする必要はないよ。実はメモキーパーに予備プランを伝えておいたんだ。もし本当に無境に入れなかったら、そいつが現実のホテルのビップルームに酒を一本用意してくれる。それは合言葉か。そうだ。確かにメモキーパーとは物を介して連絡を取ることができるが、ブートヒル、これからは予備プランがあるときは先に教えてくれ。悪いとは思っちゃいるが、これが俺の習慣なんだ。俺には悪友が何人かいるんだが、予備プランがあるなんて言ったら全員それ前提で動いて必ず何かやらかしちまう。そうなったらいくら予備プランがあっても足りねえからな。Fair enough。どうやってビップルームに入るつもりだ。なーに、個性の知恵を使えばいい。よし、俺に任せとけ。You show street smarts。 What does he mean by using your street smarts? あんたがここのコンシェルジュだな。ええ、そうですが、何かご用でしょうか。俺らは請求列車の七し人だ。チェックインを頼んだんだが、ずっとほっとかれてよ。フロントのお嬢さんは責任者に連絡するっつってそのままいなくなっちまった。あ、俺ら兄弟はここで待ちぼうけ食らわされて、水も飲めなきゃ飯も食えない。おい、ベイビー、What the fuck、 これがファミリーのおもてなしなのか。おい、
お前の都政の知恵は言いがかりをつけることなのか。これは正当な権利の獲得ってやつさ。 Right。 お二人ともご安心ください。経緯はすべて伺っておりますが、まずはサンデー様と連絡を取る必要があるのです。ひとまずビップルームのバーにご案内いたしますので、そちらでおくつろぎいただきながらお待ちください。 OK。 ほら、いけただろ。次から七死人を名乗るのはやめてくれ。はあ、さすがは宴の星。現実のバーもこんなに立派とはな。振って混ぜてくれ。かき混ぜる必要はない。ようこそ。ずいぶん勇ましい客だな。Good evening。よう、兄さん。ここでアステナのホワイトオークを一本予約しといたんだが、探してもらえるか。アステナスホワイトオーク。アステナのホワイトオーク？記憶違いじゃないか。ここにそんな酒はないぞ。そんなはずはねえ。もう一度よく思い出してみてくれ。そんな高い酒を誰かが予約してたら俺は絶対に忘れないさ。なんせ一本で何十万信用ポイントする酒だ。万が一割ったりなくしたりしたら俺には弁償できないからな。おかしいな、あのメモキーパー、まさか金がなくて買えなかったのか。どうする。まあいい、とりあえず何杯か飲もうぜ。俺が早く来すぎたせいで、あの女が間に合わなかっただけかもしんねえからな。どれどれ、どんなシングルモルトジュースがあるんだ。ゲヘダ40年ストレートで頼む。そいつはドリンクメニューで一番高いやつだ。君相当の通だな。おごりなら飲まなきゃ損だからな。What? 君は何にする。何でもいい、お前に任せる。なら今日のスペシャルドリンク、ガラスビレッジにしよう。クラシックスラーダに爆発レモン果汁を加えた、口当たり爽やかで君のクールな雰囲気にも合った一品だ。ちょっと待っててくれ。 Just when things was about to get interesting、 この濃厚な黒色火薬で焼いた肉に火山が水素水をぶっかけた味、まったく最高だぜ。さすが銀河系で最高のシェリーダル熟成モルトジュースだ。黒色火薬で焼いた肉に火山化水素水をぶっかけた味、それは本当に人間がうまいと感じる味なのか。こいつ全然分かってねえな。二人とも満足してくれたようだな。それじゃごゆっくり。ハンシステム時間待って、あのメモキーパーが現れなかったら他の方法を考えよう。今は現状整理するのにうってつけの時間だ。あんたから見て問題はどこにあると思う？状況は確かに不透明だ。宴の星で何かあったのは間違いないが、なぜか一般人はそれを認識していない。おそらくファミリーの権力者が事態を隠蔽しているんだろう。いや、そもそも調和が他の派閥を招待するというのが普通じゃない。カンパニーや愚者に加え虚無の指令が来ているというお前の話が本当なら、ピノコニーの現在の状況は少し複雑すぎる。読みに関しては他にも気になることがある。あんたも知ってるだろうが、巡視を信仰する派閥は銀河の中で最も危ない連中だ。少しでも頭が回るやつなら先週同盟や巡回レンジャーの名を語ったりしない。それは死を求める行為だからな。先週にはこういう言葉があるだろう。帝宮はただ光の矢を持ってそいつをリンチする。リンジ、それをリンジとするだ。知ってんならそれでいい。とにかく巡回レンジャーは長い間姿を消してるが、その実この宇宙をずっと影から見張ってきたんだ。大抵のベイビーはアナイアライトギャングにちょっかいは出してもレンジャーを怒らせるような真似はしねえ。だが
あの読みってやつは、少なくともあいつがしたことを考えるとイカれてるとは思えねえ。むしろ理屈と筋は通ってる。どこで手を引いてどこで踏み込むかわきまえてるんだろうな。そんな人物が巡回レンジャーの名を借りているのは別の目的があるからだと思っているんだな。そう断定したわけじゃねえが、なんか引っかかるんだよな。マジで巡回レンジャーに知り合いがいるのか、なんか別の理由で俺らを引っ張り出してえのか、それはわかんねえけど。俺はやはりファミリーの異変が気になる。この祭りのために十数種類の運命の鉱人がピノコニーに集められた。いくらファミリーが寛容だとしても、普通ならこんなことはしないだろう。あの招待状が彼らの出したものでないなら別だが、こんな状態でもファミリーが調和セレモニーの開催を止めないのは非合理的だ。全部調和のシペの指示なのかもしんねえな。あんたは非合理的だって言うが、それはあくまで人間の尺度で考えたらの話だ。人間ってのは本能的な衝動でバカをやったり、自分の利益が関わると原則を捨てたり、信じちゃなんねえもんを信じたりする。それどころかベイビー、人間は自分で決めたばっかのルールすら破ったりするもんだぜ。だがアイオンならそんなことはしねえ。ただ最初に決めた道をひたすら突き進む。壁にぶち当たっても方向を変えたりしねえんだ。この事件の背後にはシペの意志が働いていると思うか。そうとは限らねえが、超常的な意志が働いているのは間違いねえだろうな。だが俺は別に悲観してるわけじゃねえぞ兄弟。人間の自由意志が信用できるもんなら、巡回レンジャーは何のために存在する？全部アイオンと運命のせいだと思えばことはそんなに難しくねえ。ランが永遠に遵守の道を行くのも、アキビリがいなくても列車が開拓の道を走り続け決して脱線しないのも同じことだ。だが俺はアキビリの消失はソガ七死人のために残した貴重な遺産だと思っている。それは絶対的に正しい指導者を失ったことで、七死人たちは自分の選択に責任を負わなきゃいけなくなったからか。ああ、俺の旅の意味は絶対的に正しい道を歩むことではなく、数えきれないほどの道の中から自分の限られた知識と判断でできるだけ自分に合った道を選ぶことだと思うんだ。あんたが何を経験してきたのかは知らねえが、人間は自分に責任を負わなきゃならねえって点には賛成するぜ。誰も代わりになんかなっちゃくれねえからな。だからこそ巡回レンジャーは絶対にあの偽物を探し出して、あいつが何をする気なのか突き止めなきゃなんねえんだ。Yes, sir. 万が一あのメモキーパーが現れなかったら、俺に予備プランがある。Final backup plan. これが最後の一つだ。Okay. お前の予備プランは一体いくつあるんだ？俺、本当はあんま回りくどいの得意じゃねえんだよな。いつものやり方ができるならもう少し楽なんだが。タンコ、あんたホテルを一周したって言ってたが、身分の高そうな客とかそういう集団は見かけなかったか？何を考えている？決まってんだろ。こっそり何人か縛って人質にすりゃあとはどうとでもなる。ファミリーとの交渉もそいつらの身分を語って。ダメだ、今すぐ列車に戻るぞ。なんでだよ、ビビってんのか兄弟。その槍は飾りか。今こそ度胸を見せる時だろうが。二人とももう行くのか？じゃあ今さっき注文したアスレナのホワイトオークはキャンセルでいいな。お、ああ、アスデナのホワイトオーク？あんたさっきはないって二人とも少し酔ってるみたいだな。
たった30秒前にアスデナのホワイトオークを注文したばかりじゃないか。Just a moment ago. どうやらお前のメモキーパーの友人が来たようだぞ。はい。ああそうだ、俺擬態を改造しすぎて忘れっぽくなっちまったんだった。見せてくれベイビー。マジでアスデナのホワイトオークじゃねえか。なんか書いてある。Not? 請求列車で待ってるわ。彼女からのメッセージで間違いなさそうだな。おそらく俺たちが一緒にいることも、ホテルが安全ではないことも知っていたから、okay. 人目を避けられる場所に移動したんだ。結局大回りして請求列車に逆戻りかよ。おい、グズグズしてねえでさっさと行くぞ。Right.So, back to the Astro Express. あ、帰ってきたか。ついさっき乗ってきた2人の客がブートヒルを探してると言っておったぞ。Two guests? 今はラウンジで待ってもらっておる。One is... おお、ちょうどいいタイミングだ。One is... Black Swan? Who's the other one? 彼女じゃ。請求列車はどんな乗客も歓迎するが、どいつもこいつもこっそり忍び込んできよって。お前らさすがに堂々としすぎではないか。ごめんなさい車掌さん、失礼をお詫びするわ。ガーデンの人間には慣れていると思ってしまって。今ピノコニーの情勢はとても複雑で、信頼できるのは七死人の皆さんだけなの。お前が例のメモキーパーか。いや、that's her。はじめまして、炭鉱さん。とは言っても、私は他の人の記憶の中で会ったことがあるけど。そして、ブートヒルさん。あなたとも実際に会うのは初めてね。アスデナのホワイトウォークは気に入ってもらえたかしら。まったく。ずいぶん手に入れにくいお酒を注文してくれたわ。そんなことより、よくも探し回らせてくれたな、メモキーパー。早速だが、知ってることを洗いざらい話してもらうぜ。もちろん。でも、その前に自己紹介させてちょうだい。私は、ブラックスワン。ガーデンオブリコレクションのメモキーパー。Oh, Akron is here as well!そしてこちらのヨミさんについては彼女自身に話してもらった方がいいでしょう。オッケー。はじめましてヨミだ。はあ？ホーリーベイビー。おいガーデンの、俺を裏切ったな。What？ 誤解しないでくれ。これは私が頼んだことなんだ。訳あってピノコニーから追放されてしまって、このメモキーパーが一緒に来てくれたおかげで密かにファミリーの支配から抜け出すことができた。実際には一緒に来たんじゃなくて尾行してたのよね。やり方も決して密かにとは。 OK、まあ、Time for some explanation time。 それでいいわ。私は彼女にファミリーの目の届かない場所へ連れて行くこと、そして信頼できる人へ連絡するよう頼んだ。お、つまりあなたたちだ。信頼？おい可愛い子ちゃん、あんたは俺をアホか間抜けだと思ってんのか。おお、Let hear her out first, buddy。まずはあんたのどてっぱらにいくつか穴開けて何が入ってんのか確かめさせてくれ。それから信頼について話そうぜ。 Dude, hear her out first, dammit。 あなたが知りたいことは全て教える。だがそれは今じゃない。 Dude, chill。 私の正体が暴れていれば、 for fuck's sake。 もう少し時間があったかもしれないが、今はこうするしかないんだ。しかない？何がしかないだ？こうすることでしか
私はあなたたちの安全を保証できない。頼む、請求列車は今すぐ跳躍してアスデナ星系を離れてほしい。 What? それはどういう。私の見立てでは彼女に悪意はない。本当のことを言っているわ。タンコ、私はあなたの仲間にしばらく同行したことがあって、彼らがどこにいるかも知っている。七死人たちは無事だ。それは信じてほしい。だが同時に彼らは私たちの助けを必要としている。もっとアスタナ、ブートヒル、もう気づいていると思うが、私はあなたを待っていた。巡回レンジャーの行方は定かではなく、お互いの交流もほとんどない。だからこんな方法でしかあなたたちと連絡が取れなかったんだ。どうか許してくれ。こうしなければ本物の巡回レンジャーに会うことはできなかった。そしてこうしなければ私は長年の約束を果たすことができなかったんだ。彼の遺品を元の持ち主に返すという約束。ある人は言った。全ての雨は天が世界に与える慈悲であると。雨は神の涙であり、人の世の悲しみに呼応して流れる。それがまだ降っているということは、神々はまだこの世界への希望を失っていないということだ。だからこの雨はどのくらい続いている。誰か死ん？かつては私も君と同じようにいつかそれが止むことを願っていた。そして数年、数十年が経ち、ついにこの雨よりも先に希望が終わりを迎えてしまった。どうやら君の言う神は存在しないようだ。おう。As he spoke, the old man's gaze remained fixed on the distance. Amidst the fine drizzle of black rain, countless shadowy heads submerged on the sea, shrouded in an ethereal mist reaching out towards the sky. さて、私の方からも一つ昔話をさせてもらおう。凡人が運命の道を歩むというのは、小舟に乗って水面を渡るようなものだ。曲がりくねった跡を残しながら、可能性という名の無数の波紋を広げていく。一瞬にして過ぎ去る人間の一生に比べ、こうした波はいつまでも消えることはない。そして中にはその存在の痕跡が強烈すぎて、その一筋の波に自分の影を残してしまう者もいる。あの海面の影のように。血在霊、運命の光人の執念、それはイックスの影から生まれ、自らを当事者だと思い込み、無意識に個人の生前の行いを繰り返す。それは虚無から生まれ、虚無へと向かい、無意味な生涯を送る。だがそんな虚しい幻影の群れも、かつては私の大事な仲間であり、巡回レンジャーの一員だった。What? あなたはあれを見守っているのか。 Wait. 見守る？いや、
私はあいつらをあの世へ送っているんだ。What the hell is he talking about? あれは悲惨な戦争であり、宇宙を揺るがした大討伐だった。宇宙は絶滅大群チューラの死を目撃したが、その代償は実際に経験した人間を除いて、それを覚えている者はいないだろう。純種の意志は命が尽きても消えることはない。だから誰かがその魂を導いてやらなければならないのだ。彼らは皆生前は英雄だった。死後に虚無の傀儡になり下がるべきではない。そして私もあの戦場で多くを失い、二度と旅に出られなくなった。だからこそその役目に最もふさわしい人間になったのだ。だがあなたはこれらの血材霊が結局彼らではないことを知っている。君から見ればこの行いに意味はないか。しかし意味はなくてもやらなければならないことはある。私も手伝おう。何のために？虚無の意味、それは私の求めていることでもある。そうだな。常人ならこの地に足を踏み入れることもないだろう。ありがとう、見知らぬ者よ。旅の途中でその答えが見つかることを祈っている。その前にもう一つ聞きたいことがある。確かに血材霊の行う、そしてその一生は私たちの視点で見れば意味がない。だがもしこれが死者たちの望んだ結果だとしたら、私たちはそれを変えるべきなんだろうか。いい質問だ。そしてそれに答えるのは難しい。少なくとも私はその答えを知らない。ただ分かっているのが、いつかは私もこの世を去るということだ。その時には私の墓前にも花を手向けてくれる人がいることを心から願う。So, and now we're switching to Robin's point of view right now. Okay, Robin and Sunday decide to convince Copperwood, the Dream Master, and their former benefactor.Hopefully all goes well. Okay. Oh, it's okay. I still have time. Nine system hours until Shan. 我らが幼子であった時には幼子らしく語り、幼子らしく感じ、また幼子らしく考えていた。しかし大人となった今は幼子らしいことを捨ててしまった。祝福をお授けください、シペの尊き代弁者よ。こちらへ来なさい、家族よ。私はすでに
神に我らと共にあるよう祈りました。御意のままに。ルーサン家に仕えて10年、私は勤勉に真面目に怠けることなく人との調和を最善としてきました。しかし昨日私は過ちを犯してしまった。当主のために夜の宴の準備をしていた時、うっかり料理を床に落としてしまったのです。そして私は怠慢から全ての手配は済んだと嘘をつきました。主人は私を解雇することで罰としましたが、未だに悪の種が心に根を張らないか気がかりで、寝食もままなりません。この罪を償うため、私はここであなたに懺悔します。あなたの心はこれを深く悔い、心を鎮め、過ちを改めることを誓いますか？誓います。あなたは心から我が身を顧み、全ての罪を告白することを誓いますか？誓います。あなたは身をもって務め、罰を受けて償うことを誓いますか？誓います。よろしい。他の家族に熱心で勤勉な姿を見せなさい。そうすればファミリーとの関係を修復することができるでしょう。さあ、心安らかに帰りなさい。シペをたたえます。そしてあなたにも感謝を。尊き代弁者よ。次の方、前へ。I believe シペ is the aeon of harmony. 先生、懺悔します。どうか、どうかお許しください。安心なさい。私はすでに神に我らと共にあるよう祈りました。あなたの心が誠実かつ善良であれば、必ず許しが与えられるでしょう。実は私はピノクニーに密航してきたのです。船のチケットを買うために、家にある売れるものは全て売りました。建物、土地、そして二人の子供も。 How could you? 続けてください。 How could you? 私と一緒にいたところで、あの子たちは飢え死にするしかありません。少なくとも奴隷になれば生きていくことはできる。もし私がここで成功したら、すぐにあの子たちを買い戻してちゃんと育てるつもりでした。でも結局ハウンド家に見つかってしまって、あちこちで彼らに追われる羽目に。私はまた子供たちを迎えに行きたいのです。悪いのは全て私ですが、どうか。ファミリーは全ての人を受け入れます。ハウンド家には捜査を中止するよう伝えましょう。これからは恐怖に怯える日々を過ごす必要はありません。おかめ、ありがとうございます。ありがとうございます。仕事に励み、一日も早く子供たちを買い戻してファミリーに入れるよう努力します。調和を称えます。いや、シペイースで言わなかった。次の方、前へ。お久しぶりですね。ピノコニーで最も注目されている男、オーク家の次期当主のサンデーさん。ウェイ、私はすでに神に我らと共にあるよう祈りました。どうぞ始めてください。ウェイ、いいでしょう、いつも通りに。私は過ちを犯しました。私の罪をお許しください。私は朝食のピザを半分、そして一本のサラダを無駄にしてしまったのです。以上、
他にはありません。何かお説教はありますか？もしあるなら急いでもらえると助かるんですが、これからモーターボールの試合を見に行かなければならないので。Someone is being insincere。罪を償うために良き行いをすることを望みますか？罪？随分と聖人ぶるようになりましたね。いいですか、ファミリーに私を裁く資格なんてないんですよ。ましてやあなたにはね。 This Capuchin Merchant is so arrogant。 ファミリーの手口を知らない人がいると思いますか？時計屋のことはお忘れで。羽頭さん、その手は食いません。あの夢追い人たちを騙すように自分まで騙すのはやめてください。今後は聖句を唱える前によく考えた方がいい。大久家が今の地位にあるのも、あなたがここにいるのも、衣食に不自由なく上から目線で人々を見下ろせるのも誰のおかげなのか。今日の国会は調和の楽園に入るのに十分ですか？では私はこれで。あなたが選ばれることを祈っていますよ。損はさせないでくださいね。Someone's being a-hole. Someone is being a-hole. 三つのカンバスを持つ魂を、私の問いをお聞きください。もし強者が権勢と富をもって罪を覆い隠せるのなら、誰が彼らを裁けるのでしょう。もし弱者が生きるために代価を惜しまないのなら、誰が彼らに保証を与えられるでしょう。もし善なる魂が過ちを犯したなら、誰が彼らを慰めることができるでしょう。強きをもって弱きを助けることこそが楽園の根幹なら、誰が彼らを苦しみの中で嘆かせるんでしょう。兄様 We're back to present time。 兄様、大丈夫？問題ありません。仕事を詰めすぎたのと、ドリームリーフから戻ったばかりでまだ体が慣れていないのでしょう。少しすれば落ち着くはずです。サンデーさんが日夜尽力してきた調和セレモニーがこんな大事件に見舞われるとはな。今は性格の問題に注意する必要があるとはいえ、君も気の毒に。お気遣いありがとうございます。調和セレモニーは本来銀河の幸福と調和を増進するためのものですから、真実を知った以上中止しないわけにはいきません。全ての人を幸せにすることが私たち兄弟の願いだから、夢の主を全力で説得するわ。経緯を説明すれば夢の主もきっと分かってくれると思うの。たとえ交渉がうまくいかなかったとしても、私は舞台には上がらない。調律師がいなければハルモニア聖歌隊は世に降臨しない。セレモニーはただのショーになる。二人の決意を聞いて俺も安心した。ところで俺たちは今回ピノコニーに来てからまだ夢の主と接触したことがないんだ。五大クランの話なら少し耳にしたが、夢の主に関する情報はほとんど得られなくてな。夢の主は普段人前に姿を現さないので、私たちも滅多に会うことはできません。ですが今回の件は重大ということもあり、彼は自ら出向いて話し合いをすると約束してくれました。ベルトさんはきっとここ数年で初めて夢の主に会うゲストになるわ。みんなが納得できる結論を出せればいいんだが。ええ、そうなるといいですね。そろそろ時間だから
私と兄様は面会の準備をしないと。ろくなおもてなしもできなくてごめんなさい。大丈夫だ、俺はここで待っていいよ。え？ああ、サンデーさん、そうそう、早くこちらに。助けが必要な方がいるようですね。見に行きましょう。ああ、really? Alright。サンデーさん、これはどう思う？見えますか？あの空の月。このスラーダのキャップと同じ大きさですよ。手を伸ばせば掴んで懐に入れられそうじゃないですか。ねえ、そう思いません？月？大劇場のことを言っているのですか？ええ、ええ。私と来たら、きっと家を長く離れすぎたせいで、あの月が恋しくなったんでしょうね。でも、そんなのはどうでもええ。我らがピノコニー大劇場は月よりずっと明るくて、美しい目の保養だ。あいつら家財道具を売り払ってまでピノコに憎くのはやめろなんて言ってきましたが、まったく浅はかな考えだ。家財道具を全部売る、どうしてそこまで？どうして、どうしてって、故郷の暮らしは苦しくて人間らしく生きることができなかったからですよ。やっぱりピノコニーはいい。ここには美しい夢しかない。苦しみもなく、明日のために悩む必要もなく、やりたいことは何でもできる。これこそが生きているということだ。最高。これは本当に生きていると言えるの？お嬢さん、今なんて言いました？よく聞こえなかったんですが。何でもありません。ほら、グラークス通りは車が多くて危険です。ハウンド家の者に近くのエリオンパークまで送らせますから、そこで引き続き美しい夢を楽しんではいかがですか？ああ、ええ、あなたの言う通りですね。さすがは美しい夢の導き手、私の救世主だ。それではまた、サンデーさん、話に付き合ってくれてありがとうございました。Okay, can we just move on already? どうしました、ロビン？夢の地にいるのに、なぜ人々はこんな生活を送っているの？さっきの人はちっとも幸せじゃないわ。どんなに甘い夢であっても、それは所詮目に見えない、手も触れられない幻に過ぎない。なのに彼はそれを生きるための唯一の選択として現実の未来さえ放棄した。そんなの生きているとは言えないでしょ。ああ、なるほど。ですが私としては、それはむしろ普通の人間のあるべき生き方だと思いますがね。Oh boy. And this is where the difference in opinion comes in. あなたはさっき、あの方が美しい夢で命をつないでいることを生きているとは言えないと言いましたが、それは違います。ピノコニーがなくても人々はそれぞれの幻覚の中で生きている。自己価値と呼ばれる幻覚の中で、人は常に自分は何らかの価値を実現するために存在していると思っている。自分の価値を高めた者こそが強者であり、逆に価値のない者は弱者に格下げされます。ですが、価値とは無から生み出せるものではなく、その総量にも限度がある。そのため価値を実現するには他者から奪わなければなりません。こうして弱者たちは搾取され、抑圧され。兄様はそんなことはあってはならないって言いたいのよね？はい。しかし皮肉なことに、
人々はそれが間違っているとは思いません。なぜなら彼らは一貫してその儚い自己価値を絶対の基準としてきたからです。それは弱者も同じこと。適者生存、弱肉強食。世の中にあふれる全ての悲劇はそれに由来しています。そしてピノコニーが美しい夢とされているのは、そこから抜け出したいと考える人々に安眠の地を提供しているからに他なりません。ここに悲劇はなく、ただ幸福だけがある。雛形だけではありますがね。これこそ私たちが思い描く楽園の姿ではありませんか。さっきの人は特例だったのかもしれない。結論を出す前に自分の目で確かめた方がいいわね。ドリームリーフの時のように。ええ、大事なのは自分の目で確かめることです。私も一緒に行きましょう。夢の主はまだ来ていませんから、もう少し見て回る時間はありますよ。Learn more about the dream before the dream master's arrival. Let's just continue on with the story for now. ロビンさん、また会いましたね。調和セレモニーの準備は順調ですか？みんな楽しみにしていますよ。順調よ。ありがとう。遠路はるばる調和セレモニーに来てくれて嬉しいわ。とんでもない。宇宙各地から来たお客さんと一緒に昼も夜も大騒ぎできるんですから、ちょっとした移動なんて苦じゃありませんよ。私は孤独が嫌いで退屈な生活には耐えられないので、この楽しい無境が肌に合ってるんです。でもこんな日がいつまでも続いたら飽きてしまわない？飽きるわけありません。楽しみが多すぎて嫌になる人間なんていると思いますか？毎日綺麗な服を着て、いろんな夢の青を好きなように体験できて、いくら食べても太らなくて、病気にもならなくて、年も取らない。部屋代さえ払えばここは最高の楽園です。でもあなたも知っているでしょ、無境から現実に持ち帰れるものはとても限られているって。だから持ち帰らずに夢の中で遊び尽くそうと思っています。私は長命者じゃないので、寿命はせいぜい60〜70年。あんまりたくさんのことを気にしていたら楽しくなんて生きられませんから。この美しい夢の中でなら、私は自分で自分の人生を決められて本当に自由に生きられる。こんな旨味を味わってしまったら帰りたいと思うわけがないでしょ。分かったわ。あなたの幸せを心から願ってる。私もロビンさんの講演が成功することを願っています。それじゃあ私はブルーの時のダンスパーティーに行くので、これで失礼しますね。さっきのお客様の言い分もあなたを満足させられなかったようですね。いいえ、彼女の言うことは理にかなっているし、心から幸せを感じていると思うわ。ただあなたは、彼女は自分で人生をコントロールできるようになったと思っているけれど、それは現実を捨てて夢の中に逃げただけで、庇護を失えば瞬時に化けの皮が剥がれてしまう。そう言いたいのですか？ええ、結局彼女も部屋代について言及していた。そうでしょ？しかし私たちの思い描く楽園に終わりなどあるべきではない。私たちの思い描く楽園は儚い夢であってはならないわ。Vincent's opinion again. Continue to learn more about the dream before the dream master's arrival. Okay.
この無境の景色は本当に美しい。そうでしょ？え？これはこれは、ロビンさん。お会いできて光栄です。あなたの言う通りですね。夢の中では時間が流れませんが、何度見てもまた新しいものを目にしたような気分になる。素敵な考え方をする哲学者ね。お邪魔になっていないといいのだけれど。いいえ、私はもう長くありませんので、むしろ誰かと話ができるなら嬉しい限りです。ましてやあなたのような尊い女性が相手ならなおさら。よろしければ少しお話ししませんか？喜んでお相手するわ。さっきもう長くないと言っていたわよね。失礼を承知で聞くけれど、あなたはそのためにピノコニーに来たの？そう、私は戦場に出たことがありましてね。そこで総空の母艦から出た際、放射線を帯びた鉄の塊に頭を撃たれてしまいまして、その後戦友はみんな死に、故郷も何度かの中性子線の爆発で溶けてなくなりました。何もかもを失い、この命も長くはありません。しかしこの地ならまだ方法があると聞いて、私はここに来たのです。なんて痛ましい。ファミリーがあなたの苦しみを取り去ってくれることを願うわ。ファミリーはもう十分やってくれましたよ。心から感謝しています。彼らは私のために快適な部屋、全銀河の最先端の生命維持装置、そして十分な数の介護士まで手配してくれました。今私の体はドリームプールに固定され、生命維持装置に頼って生きている。あなたの見ている私は傷跡もなく意識もあり、普通の人と変わらないでしょう。ですがホテルにいる私はそうではありません。私の本当の姿。ロビンさんには永遠に見ないでいただきたいものです。だからあなたは永遠にこの夢の中で生きていくつもりなの？はい、生きているだけで幸運なので、夢か夢じゃないかはどうだっていいんです。どうせ私に選択の余地なんてありませんから。私の世界はもともと不完全なものなので、次の瞬間消えてなくなってしまうかもしれません。だからたとえ無境が偽りであったとしても、私にとっては楽園なのです。ここにいる1分1秒が愛おしい。ああ、永遠に変わらないものが羨ましい。あのお年寄りのお話があまりにも悲しくて、この美しい夢が彼の余生に幸せな思い出を残してくれてよかった。これがピノコニーの美しい夢が存在する意味です。でも美しい夢にも限界があるわ。それは失意に暮れた人々が荒波を避けるための防波堤でしかなく、現実の苦痛を根本から断つことはできない。いずれ全てがうまくいきます。ピノコニーはすでに正しい道を歩んでいるのですから。あらあら、このかわいいお嬢さんは誰でしょう？え、あれは私？No.
That's not you. That's that. It's the twisted piece of shit, bitch, Sparkle. Shut the hell up. 正体を表しなさい。あなたのトリックは私たちには通用しません。人を欺くことに長けた仮面の愚者も招待されていると聞いたけど、あなたのことみたいね。楽しんでいるかしら。なんとかね。ここの人たちみんな騙されやすすぎ。ちょっと餌をあげれば引っかかって危ないと思ったらすぐ逃げちゃうんだもん。簡単に言えばお金だけあるおバカさん、そんで臆病者って感じかな。十分楽しんだのなら早めに出て行った方がいいわ。調和の学章は雑音を許さないの。なんで？本人が帰ってきたら花火は用済み？あんなにファミリーを助けてあげたのに、冷たい。花火に感謝してよね。もし花火がこのゴタゴタに収拾つけてなかったら、ピノコニーはとっくにめちゃくちゃになってたんだから。それはアイリス家当主の個人的な要求であり、私たちには関係ありません。ここから去りなさい。これ以上調和セレモニーの邪魔をしないように。調和セレモニー誰を脅してるつもりかな。花火は君たちの考えなんてお見通しなんだけどな。それはさておき、テバオちゃん、そっちの可愛いロビンちゃんはもう舞台に上がるつもりはないみたいだよ。君もわかってるよね。この美しい夢が調和の働きのもとでどんなに醜い姿を晒してるか。夢の地ピノコに、君たち兄弟が欲しがってる楽園がこんな姿でいいの？イダン、黙りなさい。どうしたの、テバオちゃん。もしかして痛いところついちゃった？私たちの約束はあなたとは関係ないわ、愚者。早く出て行きなさい。さもないとファミリーが黙ってないわよ。はいはい、もう行くってば。でもロビンちゃん、もう一度よく考えた方がいいんじゃない？夢の中で生きてる人たちは本当に苦しみから逃れて本当の幸せを手にできてるのかな。花火のやるべきことは全部終わり。あとは本物の花火を待つだけだね。最後の2つのプレゼントは君たちにあげる。もし運悪く調和セレモニーが開催されちゃったら、忘れずに会場で使ってね。絶対になくしちゃダメだよ。遠くで渡りガラスが鳴いている。もうすぐ夢の主が到着されるようです。 That bitch really got on my nerves。 ここが良さそうですね。このまま夢の主が来るのを待ちましょう。ええ、ところで兄様、もう甘いものは食べなくなったって本当？子供の頃はよくデザートを取り合ってたのに。なんだか私がいない間にいろんなことが変わってしまったみたい。一体何があったの？美しい夢の中でも常に目を覚ましているものが必要なのです。でもそれが兄様である必要も特定の誰かである必要もないでしょ。兄様は一人で抱え込みすぎだと思うわ。私たちが約束した楽園はこんなはずじゃなかったのに。
ピノコニーはただの夢、現実の苦悩を消し去ったり本当の幸せを与えたりすることはできない。できるのは現実逃避の場を提供すること、ただそれだけ。さっきのお年寄りを覚えていますか？この夢がなければきっと今頃彼は取り返しのつかないことになっていたでしょう。そうね。でもピノコニーがなくても彼は別の人生を歩めていたかもしれない。私の知る限り博識学会はもう彼の状態に対応できる医療技術を普及させているわ。その生き方は退屈で困難なものだったかもしれないけれど、それももう関係ない。今の彼は昏睡状態の中で美しい夢という名のターミナルケアを受けている。そしてその結末はすでに決まっているわ。ピノコニーはそういう人たちに未来を与えたのかしら、それとも奪ったのかしら。その前にあなたは全ての人が未来に向かえるわけではないということを知っておく必要があります。人にとっての未来は鳥にとっての空に等しい。人が空を飛ぶことを鳥の天性だと思うのは地に落ちて死んだ鳥を見たことがないからです。子供の頃に拾ったあのハーモニーピジョンを覚えていますか？私たちがそれをどうやって世話したのかも。私たちはあの子を大切に鳥かごで育てた。毎日餌をやり、水を替え、羽を整え、そして私がピノコニーを離れると決めた時、カゴの扉を開けて空に返したわ。あなたを悲しませたくなかったので手紙の中では触れませんでしたが、あなたがピノコニーを離れてから数日後、あの子はあなたの部屋の窓の前に落ちてしまったのです。なんとなくだけど予想はしてたの。そうじゃなければ兄様があの子のその後について一言も触れないはずがないから。結果は残念だったけれど、私はあの選択は間違ってなかったと思ってる。鳥はカゴの中で一生を過ごすために殻を破って生まれてくるんじゃない。たとえ飛べなくても彼らの居場所は空だもの。ですがそれが問題なんです。もしこの世に一生飛べないひな鳥がいたとしたら、私たちは空こそが彼らの居場所だと断言していいのでしょうか？兄様は人間もそうだって言いたいの？星球列車がいい例でしょう。七死人は各世界を結ぶために多大なる努力を払い高い名声を得ていますが、そのような苦しい旅を続けられる者はごくわずかであり、一様にただ人ではありません。開拓の道は決して凡人に背負えるものではない。そうでなければなぜかの運命は一度レールが断たれ列車は廃棄され、アイオンも消失したのでしょうか？そんなのへりくつだわ。その理論でいくなら未来は英雄たちの特権ということになるじゃない。残念ながらそれが現実なのです。未来の別名はまさに自己価値。世の中には確かに英雄が存在し、人々は彼らに憧れ賛美していますが、ほとんどの一般人は生涯英雄になることはできません。生まれつき弱い者、後天的に不幸に見舞われた者、卑劣と臆病の前に屈した者、いろいろな人がいますが、生存というテーマの前では誰もが平等で、自分の価値が略奪され続けるのを見ていることしかできないのです。そう、だからこそ
私たちは弱者に愛情と配慮、そして十分な援助を与えなければならない。自分を愛するように他人を愛する。調和の歌もいつもそう教えてくれているわ。調和の志は遠大ではありますが、この憂いのない夢の中でも強者は常に強く、弱者は常に弱い。人間の性には偉大な側面があると同時に、どうしても消せない弱さもあるのです。突き詰めれば、人間は生存すら保証されていない状態では雲をつかむような未来など語れないということ。世界に自然淘汰の法則がある限り、必ず地に落ちる雛鳥はいるのですよ。人々が未来のために生きていないなら、彼らはただ生きるためだけに生きているというの？調和でも弱者を苦境から救えないのなら、どの愛王なら私たちの理想を叶えてくれるの？人々はいつも忘れてしまう。かつて最初の鳥が空を飛んだ時、世界が期待したのは、もう二度と雛鳥が地に落ちなくなることだった。 You're avoiding the question, brother. ロビン、本を読んでるの？何の本？ゴフェルさんがくれた絵本、調和祝言のお話だよ。私が調律師になったら、ハルモニア聖歌隊ドミニクスを召喚したいの。みんなと一緒に歌って、私たちの願いを伝えて、みんなに幸せと喜びを感じてもらいたいから。そっか、じゃあ僕もハルモニア聖歌隊にしようかな。お兄ちゃん、自分の願いはないの？もちろんあるけど、それには君の願いもみんなの願いも含まれてるんだ。誰もが安らぎを得られる本当の楽園が欲しい。それが僕の願いだから。そしたらその中にステージを作って、私たちのショーにみんなを招待しよう。そうすれば私の願いもお兄ちゃんの願いも叶えられるよ。ハルモニア聖歌隊の力で。 This is slowly leading to the fact that Sunday is the final boss. うん、約束。でもどうすれば調律師になれるの？ This is slowly leading to the fact that Sunday is the final boss. Please prove me wrong. まずは星になることでしょうか。Please prove me wrong. Ah, not mine. Ah, finally, we're back to the Trailblazers' point of view. And that was lengthy as hell. That was lengthy as hell, man.8 system hours. 思ったより早く帰ってきたな。成果はあったか？ええ、今度は私たちが道を切り開く番よ。ふん、あの人の意思が届いたなら俺の最後の任務も完了だな。こんなことを言ったら不愉快に思うかもしれないが、闘志を抱くのはいいことだ。ただミハイルがあんたらに残した道は生優しいものじゃない。そうでなければあの人が孤独の中で眠りにつき、未来の七死人に全てを託す必要もなかったはずだからな。幸いあんたらは人数が多い。負けるとしてもあの人よりは長く持ちこたえられるだろう。励ましとして受け取っておくよ。これは私の推測だけど、ベルトが交渉に参加するだけじゃ足りないと思うの。そもそも相手が素直に応じるかどうかは別として、交渉自体
私たちに相手と対等に振る舞う機会を与えるだけで優位に立たせてくれるわけじゃないわ。ピノコニーは相手のホーム、それに比べて私たちが使えるカードは最初から少ない。ファミリーに閉じ込められて座して死を待つよりもこっちから仕掛けた方がいいんじゃないかしら。私たちは性格の特性をよく知ってる。性格は美しい夢を安定させるためのコアとしてファミリーにとってとても重要なもの。相手の革新的利益に触れればきっと彼らも慌てて反撃してくる。そして慌てるということは隙が生じることを意味するわ。性格に直接影響を与えるようなことをすれば交渉でも戦闘でも有利に立つチャンスがあるかもしれない。問題は調和セレモニーを間近に控えた今どうやって大劇場に近づくかだね。きっとファミリーは守りを固めてるから強行突破するのは仮にうまくいったとしてもリスクが高すぎる。うん。あれ？誰も何も言わない感じ？じゃあはい、うちその問題の答えならわかるよ。You of all people? 何？疑ってんの？ま、信じるか信じないかはあんた次第だけど。これは聞いた話なんだけど、調和セレモニーが始まる前にセレモニーを盛り上げるためのオーディションが開かれるらしいの。場所はネッサの時で、確か名前はスラーダセレモニーオーディションだったかな。それで優勝するとスター・オブ・ザ・フェスティバルの称号がもらえてロビンさんと直接会えるんだって。でも重要なのはそこじゃなくて、うちらが普通の観客よりも先に大劇場に入れるってこと。それでどうすればそのセレモニーオーディションに出場できるの？実はロビンさんのファン限定グループで何枚か特別招待券をゲットしたんだ。あ、実はうちずっとこのオーディションのために準備してたんだ。でも今の状況を考えると、そこで運よく目立てたとしてもロビンさんと握手するチャンスはないだろうな。ビリー、まだそんなことしてたのか。もともとはミハイルが人目を引くために始めたおふざけだったんだがな。まあ試してみる価値はありそうだ。美月ちゃんの言う通りにしてみましょう。ギャラガー、あんたは私たちと一緒に行く？いや、おそらく俺にその時間はない。虚構の人物として俺は最後の任務を終えた。ピノコニーが夢から覚めることができるかどうかはあんたら次第だ。もしまた会えたらぜひ列車に遊びに来てね。わかったその時は列車のアーカイブにもう少し情報を追加してやろう。え、そしてホタル、ここまで助けてくれてありがとう。大きな脅威を前にした今、請求列車と性格ハンターという間柄とはいえ、目的が一緒ならあんたの力を借りたいわ。せっかくここまで来たんだもん、私も一緒にピノコニーでの旅を続けたい。最後にあなたたちとタッグを組めるなんて嬉しいな。これは私たちがたどり着ける最高の結末だよ。これこそ開拓の旅の意味ね。それじゃあみんな出発しましょう。Now what?Ladies and gentlemen, ようこそ熱さの時の Now what?Apparently we're in a new area. Oh, 本格的！なんかワクワクしてきた。ご覧ください、闘志満々の4人
こと？はい、戸惑うことはありません。あなたたちからはスターとしてのポテンシャルが見て取れますか。皆さんにお聞きしますが、ここに来たのは何を手に入れたいからですか？最終グループの出場者となりますが、全ての挑戦を乗り越える自信はありますか？我々の個人インタビューを受けていただけませんか？ちょっとだけですから。前途両縁、道険しく、正義、天を覆いて冠を争う。剣とバラ、準備を守りたまえ。準備、準備、それで力強い。騎士は頭が固い、乱は融通が効かない。試合に勝つ必要はない。楽しむことをやめてはいけない。なんでどんどん人が増えてくの？怪しい奴らまで出てきたみたい。早く試合を始めよう。みんな、すまない、どいてくれ。 Now what?失礼。私はスラーダ工場の工場長、エディオン・レーダーだ。エディン、君たちも全銀河の観客に向けて自己紹介を頼む。こんにちは。私は星球列車の七死人、姫子よ。この人たちは私の同行者なの。ポスターが貼ってあるんだから、どうせ隠せっこないって。でもみんなが星球列車を知ってるからこそ、ファミリーも軽々しく手を出してくれないんだよね。 One thing I kind of want to point out, we all know that Firefly is part of the Star-Lord Hunters, but this image right up here, right, it's as though she's part of the Astral Express. What the hell?I'm gonna do something dumb. みんなの前でハンドルネームで呼ばないで。うちは美月なのか。あちこち冒険するのが好きな普通の女の子だよ。こんにちは。私はホタル。私もあちこち冒険するのが好きな普通の女の子。Yep, Firefly is definitely considering the fact that she's sad. それなら最後の対決はきっと素晴らしいものになるだろう。さあ、時は金なり。四人ともついてきてくれ。飲もうスラーラ、素敵な夢。はあ。Okay.POV switch, good. And I'll be really okay. That's it. I'm stopping for the day. It's already been like what? Going with 4 freaking hours. Okay, I gotta stop. I've got to freaking stop already. And not to mention, it's already past midnight, so I gotta stop.